よし、やっていきますか。オカルティックデッドは、ついに、最後の、ストーリーとなります。やっていきましょう。いやー、早いね、相変わらず。ただね、ちょっと懸念点がありまして、というのもね、もう制作者が、最後はマジでむずいと。正直初見でクリアはほぼ不可能だと断言しているので、すごく不安です。なので、温かい目で見守ってください。多分ね、無理です、初見クリアは。何回かトライアンドエラーを繰り返すので、はい、その辺よろしくお願いします。さあね、衝撃の事実を聞かされたところで、まあ終わったと。だから、この安西に吹き込んだ人物っていうのが他にいるわけなんだよな。うん。は？どういうことだ？さあね、こっからはそっちで調べてよ。うちからはこれ以上言えないし。お前な、聞きたかったらうちの好感度ちゃんと上げなよ。そしたらいつか教えてあげるかもね。じゃあね。絶対教えないやつ。安西はそんなことは残して去っていった。あの女、最後の最後に事態をひっくり返すようなことを抜かしやがって。でもあんまり真に受けるのは良くないんじゃない？あの子、面白半分でああいうことを言う子でしょ。まあ、かといってね、全く無意味なことを言うかと言われると、それはそれで違うよな。確かにあいつの悪霊は、綾瀬の計画には都合が良かった。だが、神田の事件はどうだ？もし綾瀬が全ての黒幕だったとしたら、あの事件の説明がつかない。そうか、あの事件では堂島に命の危険があったな。綾瀬の計画なら堂島を死なせるようなことはしないか。そうだ、綾瀬が裏技を教えた者、いわば裏技を行使した者たちの指導者だったと聞いたとき、俺はそこにずっと引っかかっていた。マジかよ、この事件いつになったら終わるんだ。今回で終わります。とにかくもうこれ以上放置はできない。こうなったら一度徹底的に調べてみよう。さあ、その徹底的にやれればいいんですけどね。まあ無事だといいんだけどね。そして俺たちは綾瀬を病院へと戻しに行った。どうやら病院も結構な騒ぎになっていたらしく、事情を説明するのにだいぶ時間がかかってしまった。病院には綾瀬が殺人鬼に襲われそうだったため緊急的に避難させたと話した。五十嵐を通じて警官からもそのように、病院側には説明したのだった。まああんまね、嘘はついてないからね。別になんかそんなに嘘はついてないから。だが経緯説明の書類を作成しなければならないということで、この日は病院での対応で一日を消費した。そして翌日、綾瀬の看病は引き続き堂島にお願いすることにし、俺たちは事務局で昨日の会議の続きを行うことにした。君ら固くなに座んないね。お前らがそのデスクワークしてるところを見たことがないんだけど、飾りか、その机と椅子は。まあいいんだけどさ、せっかく椅子があるんだから普通に座ればいいのに。てかソファーもあるやんけ。ったく、いろいろとわけわかんねえよ。綾瀬じゃなかったら誰がこんなことを教えたってんだ。今の状態で見当もつかない。よく考えてみよう。まず今回の裏技を教えてる人物を指導者と呼ぶことにする。で、その指導者には滝峰調査局を知られていることが確定している。それはなんでですか？悪霊事件で悪霊を封じた小瓶を利用されているからだ。そのことから綾瀬は指導者にそのことを教わったとしか考えられないからな。こちらの事情は綾瀬を通じて筒抜けているだろう。そうとは限んねえだろ。綾瀬が自力で思いついた可能性もあるんじゃないのか。確かにその可能性もあるが、俺はないと思ってる。なぜなら綾瀬が使ってきた手段は霊感のない人間には思いつかないことばかりだからだ。あの小瓶の悪霊を使って同じようなことができるという発想に至るのは難しいだろう。まあそうか。ああ、少なくとも指導者は霊感がある人物という可能性はかなり高い。そうでないとしても、そういう人物の協力は必要不可欠だ。まあそうだが、でもよ、俺らに匹敵するレベルの霊感を持っている人間なんてこの辺にいるのかよ。いや、俺は会ったことはないな。俺は身体に、そして堂島のレベルの霊力なら、相手のオーラでそれを感じ取ることができる。だからそれを意図的になんか隠してる技術があるっていうことだよね。いや、すげえメタ推理になるけどさ、まあ、まずその指導者たる人間は、まあ、これまでに登場した人物であることはまあ確定なわけじゃん。
正直顔グラのある立ち絵のあるこれまで登場したキャラの中に間違いなくいるっていうのは確定してるわけじゃない。でそのキャラの中に候補がいたとしたら間違いなく霊力のある人間っていうので滝峰とかこの新谷が気づいていてもおかしくはないということじゃん。で気づいてないわけじゃん現に。っていうことはそれを意図的に隠す技術があるってことなんだよな。まあそれはだいぶ序盤で言ってたよね。うん、まあ半ば忘れられたような設定だけどわざわざここで掘り返してくれってことは絶対なんか関係はあるんだろうね。エミオさんって誰だっけって思ったけどあれだね、序盤で死んだハゲだね。うん、あのハゲ実は生きてる説ない？さすがにないか。目の前でだってフォーって飛び降りたもんね。やむを得なかった。あそこでゲンさんが死んでなければあそこの霊に体を操られることになっていたはずだ。ゲンさんレベルの体を操られたら今頃何人死んでたか分かんねえよ。それにあそこには堂島もいた。一刻も早く部屋から出て堂島に取り付かせないように最後の力を振り絞って飛び降りたんだろうさ。なんでここに来ていきなりゲンさんの話が出てくるんだ。いや、まだ早い。まだ時期尚早。うん。まあ、あんま深く考えないでしょ。実はあのハゲ生きてる説とか、ちょっと頭の片隅に浮かんだけど、まあ、とりあえず置いとくことにしよう。まあ、つまりそういうレベルの人でなければ、今までの裏技を思いつくのは不可能ということだ。そうなんだよな。だが、これまで俺たちが関わってきた人物の中でそのレベルの霊力を持つ人間に心当たりがない。まあそうなんだよね。一つ堂島の話で気にかかっていることがあるんだ。なんだよ。綾瀬は後藤の心霊関係のつてをたどる中で今回の裏技の情報にたどり着いたという記憶があったという点だ。そういうことは後藤のことをもっと調べた方がいいってことか。そうだな。後藤をよく知る人物といえば元部下の倉敷さん、それからダークライダー事件で被害者を調べていた吾妻、そしてダークライダー本人である西条さんだ。西条さんは五十嵐さんが取り調べをやってるだろう。現段階で一度状況を聞いてみるのもいいかもしれない。了解。うい、もうジョージダッシュはオンにしてあります。よし、滝峰どこ行った？あ、いろいろ危険だ。なるほどね。まあうろ覚えな部分とかもぶっちゃけあるからね。その辺はまあまあまあ頼りにさせてもらうぜ。んー、じゃあとりあえず一番なんか行き先が分かる。今日どうする、遊び行く？平和だな。お前らだけかもしんない、この俺が切れるっつった瞬間に通り魔捕まりやがった。多分俺にビビっちまったんだぜ。俺いつもシャドウやってし、ハンドクリップも超硬いやつ使ってっから。急に生きるじゃん。お、ちょっと知名度上がってきとるやん。やっぱ小さなことからコツコツとっていう、そういう感じね。この先は特に何もない。ここだな。相変わらずここに見えない何かがあるんだよな。前回前々回あたりからなんか気づいてたけど、このソファーの裏側に何かがあるんだよな。まあいいや、はい。じゃあっす。ごめんな、前回は疑ってな。ただ今回ばかりはね、まだ黒幕というね、あの候補として、まあ、可能性はゼロではないんで、俺はもう全て疑ってかかるよ。何せ初見じゃクリアできないって制作者が言い切ってるからね。あの浦塚さんがそう言い切ってるから、
そっか、カオリンが後藤を利用したのはびっくりだったけど、ガー君がそういうならもう問題ないんだろうね。で、今はちょっと別のことを調べてるんだ。後藤の心霊関係の情報のつてが欲しい。ダークライダー事件の時に後藤について調べてたんだろう。まあね、あの時はそこは関係ないから省いてたけど、必要なら話してあげるよ。ボスお願いします。後藤の心霊関係のつてはいろいろあったみたいだね。特に有名なお坊さんは軒並み当たってたみたい。最近後藤の撮影中に亡くなった元によってお坊さんもその一人だね。あとはテレビ局やマスコミにもつてはあるみたいだよ。後藤も心霊映像企画だけで食っていたわけじゃないからね。再現 VTR とかの撮影の仕事もよくやってたみたい。その辺のつながりを全て洗うのはさすがに無理だったけど、まあマスコミとつながりがあるのはでかいよね。いろんな情報が彼には入ってたと思うよ。そういうことは情報はだいぶ広いのか。厄介だな。でもその中で特に後藤が連絡を取っていた人物は調べがついてるよ。テレビ業界の白石って人物ね。その人の連絡先なら入手してるけど。もらいまーす。白石。さて、あと警察どこにいるんだ。警察どこにいるんだっていうの、もうだいぶ頭悪いけど、あ、いるじゃん。なに、五十嵐さんずっとここにいるの。結構いいのものか、そんななんかね、ジメジメしてそうな日陰にずっとこんなところで何やってんだよ、本当だよまあちょっとな。西条さんの事件現場を回っていた。そうか、お前の方こそ何をやってるんだ。ちょっと調べたいことがあってな。てか西条さんに会いたいんだけど。いや、欲しいんですけどごめんなさい、それ欲しいんですけど。そうなのか。まあ元々渡すと思ってたんだ。お前の携帯にデータを送信しておこう。助かる。まだガスかある。今後も西条さんの取り調べを続けていく。警察内部もいろいろとその件でゴタゴタしているからな。一応病院の件は何とかしておくが、今はこれ以上厄介事を持ち込まないでくれよ。ああ悪いな。じゃあもうなんか警察の仕事はこれでお役御免って感じなのかね。いや、わかんない。五十嵐さんがもしも黒だったら今後登場する可能性もあるわけだから。てか滝峰マジでどこ行った。あ、あんたまたやってんのか。あ、新谷さん、ダークライダー捕まったそうじゃないですか。もしかして新谷さんたちがやったんすか。そうです。うん、あー別にいいっすよ。余裕のある状況じゃなかったんすよね。だったら仕方ないっす。悪いな。そうだ、こいつに強盗のことを聞かなきゃいけないんだったな。なあ、あんた強盗の心霊関係の情報源とかそのつてについて知ってることはないか。後藤さんのつてっすか。そう言われても何でもいいんだ。どっかに電話してたとか、そんな様子があったとか。ああ、そういえばこの前行った怨念廃墟がロケ地候補になったことを話したことがありましたよね。ああ、そんなこと話してたような気がするな。ああいう心霊スポットの情報は誰かから仕入れてたみたいっす。仕入れてた？誰からだよ。そこまでは分かんないっすよ。けどロケ地になりそうな場所をとあるやつから仕入れてきたとか言ってたことがあるっす。へえ、それくらいしか知らないっすね。分かった、ありがとうよ。なるほど。なんか最終章にして結構人がお前らまだ見つめ合ってるそこ横断歩道だからさ、邪魔なんだよ。いい加減早くくっつけや。あー、そっか、工事してんだよな。この工事って何、なんか関係あんの。あ、情報を集めようっていう表示なくなってるね。これ集め終わったってこと。じゃあ一旦セーブ入れるか。
まあ、ちょっとその事件に関してあやふやになってきたら聞いてみるわ。ニコちゃん、なんかすっかり懐かれてるね。あとどこ、とりあえずなんか駅行っときゃいいんじゃねっていう俺の中の勘がそうつけてるんだけどとりあえず駅前行っときゃいいだろみたいな、そういうとこあるからね。びっくりマーク出てる人はいないな、いないね。なるほど。あとは何だろう、まあお約束の公園ですか。いたいたいた、高橋だっけ。君は新谷だったか。相変わらずブラブラしてるんだなてかね、前のショーと前のその前のショーあたりからこいつ公園から出てないからな。まあな、それにしてもこいつ相変わらず妙なオーラを感じるな。というか前より少し妙な気配が強くなってる気がする。そういえば堂島もこいつのオーラを感じて名刺を渡したんだったな。やはりこいつには何かあるのかもしれない。なああんた、なんか妙なことに手を出してないか。妙なこと、なぜだ。あんたから良くない気配を感じるんだよ。俺にも霊感があってな、そういう気配には敏感なんだ。そうなのか。だが気のせいだろ、別に何もないさ。そうか、なんか明らかにはぐらさかされたまあそりゃそうだよな。なんかやってないかって言われてなんかやってるって素直に答えるバカいないだろ。何もないはずはない。こいつからは感じる気配はもっとこうオカルティックなものだ。霊感を感じないかどうも怪しい。後で滝見に話してみれば。あ、戻ります、了解。なんかこれでね情報が手に入れられたとは思えないけど、ただその連絡先そこにちょっと期待しようか。滝見にも帰ってきた。はーい、まあまあまあ一応あるっちゃある。俺の方も玄妙さんに関わる人物について調べてみたが、後藤の企画のコンタクトがあった以外は特に目立った関係性は見えなかったな。まあいろいろありましたね。まず後藤は心霊スポットの情報を誰かから仕入れていたらしいこと、次に西条が持っていた後藤と綾瀬の会話の録音データの入手、さらに後藤がマスコミ関係とつながっていたこと、その関係者の連絡先を入手できた。ウェイ、ここに来てな、あいつがちょっと浮上してくると。あいつの妙なオーラ、前より気配が大きくなってたぜ。ありゃ何らかのオカルトの案件に関わってるな。なるほど、それ俺も一度確認しておきたいな。そうだな、あいつを見たお前の意見も聞いておきたい。ならひとまずお前の情報を検証してみようか。おい、早いな。さあちょっとここからがかなり長くなるんじゃないですかね。それじゃあ新谷が得た情報の検証を始めよう。まずは倉敷さんと赤妻さんの情報だな。後藤が動いていたテレビ業界の知り合いである白石さんに連絡してみるか。安心しろ、この場に常識人はいねえ。プルルルルルプルルルル、割とすぐに相手が電話に出た。すいません、白石さんで間違いないですか。ええ、そうですけど、どちら様ですか。私は滝峰調査局という心霊調査を行っている事務局の滝峰というものです。ああ、そんな方が私に何か。実は以前、後藤達秀さんの撮影を通じて彼から調査依頼を受けていたんです。例に取り憑かれた人の除霊を頼みたいと。ああ、後藤さんの企画ですか。相変わらずあの心霊映像企画にこだわってたんですね。でも彼が最近亡くなったと聞きましたが。はい、そうなんです。一応彼から報酬はいただいていたんで、現在は仕事をそのまま続けている状態なんですよ。なるほど、それでなぜ私に。後藤さんが今までどんな心霊企画を行ってきたのかということをお尋ねしたかったんです。白石さんと後藤さんは恋の間柄だったとお聞きしましたので。そうですね、後藤さんはよくうちに心霊企画を持ち込んでいたんですよ。たまに特番で彼の企画をやっていましたが、今の時代はあまり流行らなくてね。
心霊スポット突撃企画とかを芸人やアイドルの人気の力を借りることで何度か放送はしてみましたが、レギュラー番組は無理でしたね。だからなのか、後藤さんは本物の心霊映像を記録することにこだわってましてね、今はネットがありますからそちらでやりたいことをやるって言ってましたよ。だから本当にヤバい場所を常に探してましてね、その手の事情に詳しい人を片っ端から当たってましたよ。それはどなたかご存知ですか？そこまでは知らないですね。あ、でも後藤さんの部下のカメラマンがその筋で有名なお坊さんを見つけたって話は聞きましたよ。確か玄妙とかいうお坊さんだったかな。玄妙さんですか？そうそう、後藤さんがあの人は確実に本物の人だって珍しく上機嫌で私に話してましたから。そうですか。その他には何かありましたか？いや、それぐらいしか、さすがにそれくらいしか知りませんね。わかりました。すいません、お忙しい中ありがとうございました。いいよいいよ。それより心霊調査やってるんですか？うちも心霊特番やるときに妙なことがあったりするんで、何かあったら相談させてもらいますよ。この電話番号でいいんですよね？はい、大丈夫です。その時はぜひ。どうも。それでは。うん。やっぱな、なんかこの玄妙さんっていうのが出てくるんだよな、ここに来て。それじゃあ次は綾瀬と後藤の録音データを聞いてみよう。はい、聞いてみましょう。後藤さん、今度の事故物件、本物の心霊映像を撮りたいんですか？そりゃな。だが心霊映像なんて簡単に撮れるようなもんじゃね。何もなけりゃ今までやってきたように適当に映像を捏造するしかねえよ。実はいい情報を教えてもらったんです。この世界には裏技があるみたいなんですよ。それを使えば本物の霊を呼ぶことができます。お、どんな方法だよ。話してみろ。実は、あー待った、今時間はねえや。その話今夜聞くぜ。いつものホテルに来てくれ。はい、わかりました。お、話のついでに楽しもうや。これはどういうことだ。ああ、おかしいな。え、何がおかしいんですか？綾瀬が裏技と口走ったことだ。この裏技というのは俺たちが勝手にそう呼んでいるだけなんだ。綾瀬がそのワードを知ってるのはおかしい。この情報局で知ったんじゃないですか？この録音データは事故物件の企画前だ。つまり綾瀬がこの事務局に入る前の出来事のはずだ。あ、そういうことですか。じゃあその指導者も同じように名前をつけていたってことですか？違うだろう。すでに指導者はうちのことを知っていたってことだ。この実験、事故物件以前からな。だとしたら、ああ、このワードを知っているのはうちの依頼者の他には玄妙さんくらいだ。基本的にこの裏技ってワードは内輪でしか話さないからな。ああ、でも俺は西条や五十嵐には行ったことはあるぜ。その他にもどこかで口走ってるかもしれねえし。だが普通の人間なら意味までわからないだろう。そのワードを意味を理解してるというのが問題なんだ。ってことはやっぱり指導者はここに関わりの深い人物ってことですか？まず間違いないな。だが誰だよ。うちと関わりが深い霊能力者ならもう死んだ玄妙さんくらいしか思いつかねえよ。そうなんだよな。わけわかんねえな。指導者に近づいたのにさらに離れていく感じだ。これに関してはもう少し調査がいるな。ひとまず、一旦置いといて次の検証を行おう。次は高島のことか。ああ、ちょっと連絡を取ってみる。お、ここで初めてコンタクト取るね。高島が電話に出ると、滝峰が話があるから会えないかと話した。お、まあ、そうだよな。お前だって昼間から公園に突っ立ってるだけの暇人だから、それぐらいのよ、ねえ、要望には応えてくれてもいいだろうっていう。よ、ニート。何やってるかわからないニート。ここがお前の職場か。結構立派なもんだな。あ、ちげえわ。初対面じゃねえわ。ごめん、勘違いしてた。普通に関わりあったわ。なんか、最初会った時ぐらいからなんか話はしてたわ。いや、一度くらい見てみたかったからな。今はちょうど暇してたんで、ついでみたいなもんさ。そうか。高橋には、ね、やはり妙なオーラがあった。竹君もそのことを感じ取っているようだ。それで話というのは？担当職人に聞こう。お前今何をやっている？
何を？いや、今は暇してると。そういう意味じゃない。何かよからないことに手を出していないかと聞いているんだ。悪いが、お前からあまり良くないオーラが漂っているんだな。うさんくさい詐欺師のような言い方だな。相変わらずお前は変わってるよ。話をはぐらかすな。正直に話せ。その前にこっちから一つ聞かせてくれ。お前はなぜそんなことを俺に聞く？お前の仕事に関係があることなのか？今調べていることに関係している。何を調べている？今この町にはオカルトを意図的に利用して何かよからないことを考えている奴がいるみたいなんだ。この前あった犬の飼い主が殺された事件もそいつが関わっている。なるほど。お前はそいつを追っているのか？ああ、俺たちにしかできないことだ。そんな奴は野放しにはできないからな。俺には犯罪を犯して逃げている弟がいるんだ。弟が高校生だった頃に人を殺したらしくてな。まあね、この高橋っていう名字あたりから察するものはあったよな。俺はな、そんな弟の逃亡を手伝ってしまったんだ。というより俺が逃げるように言ったんだよ。うちの家庭は教育熱心でな、俺が有名高校への受験に失敗したことでそのツケが弟にもあったんだ。弟は歪みに歪んださ。そのせいで万引きをやってしまい、学校や両親にバレた。弟はひどく両親に責められていたよ。まあ、この辺はあれですね、なんだっけ、シャドウだっけ、あたりでなんか明かされてたような気がするけど、あれ新村雨だっけ、ごめん、なんかこの高橋のね、高橋弟のね事情はなんかその辺で知ったような気がするんだけどな。確か新村雨か、あのシャドウのラストら辺で聞いた記憶があるな。感動同然の扱いを受けた弟をすでに家を出ていた俺がかくまった。そんな時に弟が大きな事件に巻き込まれてな、その過程で同級生を殺してしまったらしい。俺は弟の話をろくに聞かずに逃げるように言った。それからしばらくは弟の逃亡を援助していたが、ここ数年はパッタリと連絡が取れなくなってな。それがどう関係あると？だからじゃないのか、俺から不穏なオーラを感じるな。俺は本来やってはいけないことをやってしまった。身内とはいえ犯罪者の手助けをしてしまったんだからな。別にこのことを警察に話すのは好きにしてもいい。俺から言えることはそれだけだ。話すことは特にない。本当にそれだけか？だって新谷曰くオカルティックなことに手出してるんでしょ別になんかさ、その高橋はあの一連の事件はさ、まあなんか確かに世間から見たら悪いことではあるけども、ことオカルトに関して関わってるかっていうとぶっちゃけ関わってないやんけ。うん、あ、やっぱそうなんだ。いや、それはちょっと安直すぎるな。でもわからない、その辺はもう少し調査が必要だな。だったらやることは明白だな。後藤の情報源と高橋島についてってことか。ああ、それと指導者に関わっていた神田や安西の情報も欲しい。その辺も含めて調べてみてくれ。了解。特に新谷、お前の考察にいつも助けられている。あれは集中力を極限まで高められるお前の唯一の特技だからな。それが唯一って言われてもね。俺も知らなかった。天職だよお前のはい、はい、行きますか調査。今回の調査では指導者に関わった人物たちの情報を集めることが最重要だろう。例えば後藤の情報はもうこれ以上ないかもしれないが、神田安西の情報なら知ってる人物がいるかもしれない。あとは高島に関する情報も欲しいな。あいつが裏技に関わっていそうな情報があればいいんだかな。そう都合よくその辺に転がってますかね。さあ、いつものぶらり情報集めの旅です。カット入れますどうせブラブラすることになるんでカット入れます。ちょっと待ってください。なんかびっくりマークがついてない人から情報が追加されたんですけど、何何ね、なんか砂場でさ、ろうそくを使って何かやってたっていう高島がこの砂場でろうそくを使ってなんかやばいことをやってたっていう情報を。ちょっとこれはマジでしらみつぶしに話しかけていくしかねえな。やばいよみんな、
これはマジで本当に話しかけられる人全員に話しかけた方がいいんじゃないかレベルで情報が転がってるぞ。やばいなこれ。なんか今までこのマップ移動を繰り返してて明らかになんか違和感を感じる人物、それでいてびっくりマークがついてない人にも積極的に話した方がよーい。あの君の名は新海誠の映画が始まるんですけど、ここからこのオーダー歩道一つまたいだ君の名はが始まってしまった。うん、直接対面でなんだ。まあ確かになんかあの人ねスマホとかそんな使えそうじゃないもんなっていう偏見。あー安西さんっすか。普段サイからよく話は聞いてたんすよ。相当なオカルト好きみたいで、俺が心霊映像企画に参加したこともサイが話したっぽいんすよね。そのつながりで新谷さんのところに相談に行ったってわけっす。さあもうどんな情報でもいいから得られるものは得ていかないと。駅前行きますか。基本的にこの歩いてる人はノータッチでいいはず。お、来た。あーお前か、砂川さえだったな。ちゃんと私のこと覚えてたんだ。まあな、あの仕事は結構大変だったからよ。だよね、私の人生史上最強の出来事だったし、それに最近はまた霊障が起きたんだよね。お、なんか情報出ないっすかね。お、JK パワーすごいからな。リナは今日休みだって。昨日の朝まで新谷さんのとこにいたんでしょ。だから昼夜逆転しちゃってるしちゃってだるいって。そういうことか。で新谷さん何やってんの。あーちょっと仕事だ。ところで安西ってどういうやつなんだ。あいつやたらとオカルトに興味あるよな。そうなの、リナってばすんごいオカルトマニアでさ、よく私に怖い話してくんのよ。まあ私たちも結構そういう話は好きなんだけど、割とガチで怖いのもあるんだよね。あの廃屋の前にも何回か心霊スポットに行ったことがあったみたいでさ、霊に取りつかれたかもとかテンション高めに話してきたこともあったんだよね。その時から新谷さんたちみたいな心霊ハンターって本当にいるのか知りたいなとか言ってて、ガチで調べ始めちゃってね。心霊現象が起きた事件なんかないかとかを聞きに警察に突撃したこともあってさ。だから心霊映像企画をやってた K2 のことを話してあげたんだよね。あとはお母さんが言ってた心霊相談できる探偵のこととかかな。なるほどな。まあそんな感じ。つうかそんなことを聞きたかったの。もう得られる情報は何でも。安西は後藤と同じく心霊関係の情報を調べていたのか。その過程で指導者にたどり着いたというところか。これは重要な情報だ、覚えておこう。よし、もう情報が漏れ出ている。まあ駅前はこんなもんかな。さああとどこ行こうか。なんか情報持ってそうな人いないかね。こいつかちょっとあれ、吾妻探偵事務所戻ってみる。あいつなんか掴んでない。他にもう得られる情報は何でも得るぞ。あーちょっと今から言うやつらの中でお前が俺に言ってない情報を持ってたら教えてくれ。言ってみてよ。
後藤達弘、新谷紗栄、高島光一、安西里奈、綾瀬香織だ。後藤と神田と香織の新しい情報は特にないね。安西さんのことはまあ普通の女子高生って感じかな。強いてあげるならちょっとオカルト突きってくらいだね。あとは高島光一についてか。その名前が出たのは意外だったね。高島光一のことは知ってんのか。まあね、ほら前にまこっちゃんが不審者扱いされた事件があったでしょ。高山遥ちゃんの事件あったな。彼はあの時の不審者候補の一人だったからね。彼のことだったら少し調べたよ。不審者候補で名前上がってたっけ。まあいいや。はいはい、オッケー。高島光一はあの公園によく出没するみたいだね。だから俺も不審者は彼のことかなって思ったんだけど。あーびっくりした。あれちょっと待って、なんか俺勝手に弟のことかと思ってたけど。はいはいはい。彼って結構社交的みたいでさ、奥さん方とも挨拶を交わしたり世間話をしてたみたいだから除外したんだよね。でも一応探った方がいいと思って調べたんだけど、どうも身内に犯罪者がいるらしくてさ、弟が事件を起こして失踪してるみたいなんだよね。うん、あーそこは知ってる。あいつ滝峰と知り合いなんだ。ああやっぱそうなんだ。タッキーと同じ大学だったからその可能性もあるかなとは思ってたけど。でまあその弟の行方を探してるんだけど、それをたどってこの町まで来たらしいよ。彼の、住所はこの辺じゃないからね。わざわざ電車を使ってここまで来てるみたい。へえ、やっぱり何かありそうだな。だろうね。だって彼そのために仕事まで辞めてるらしいから。自分から辞めてた。そうなのか。うん、弟の捜索にかなり気合い入れてるっぽいね。なるほどな、参考になった、ありがとうよ。ここに来て弟の方も関係してくるとやばいぞ。ちょっと話が広がりすぎている。過去キャラも含め候補が次々と。いやーちょっとお前、俺も毎日それは思ってる。すごいなんか噂広まってる。仕事しなくて大丈夫なんですか。勤務中じゃないですかさ、あのアギイガレスさん。あーちょっとな、オカルトが関わってる事件を起こした奴らについて調べているんだ。後藤や新谷の事件のことか。あ、神田のことか。ちょっとなんか名前がゲシュタルト崩壊し始めたわ。そうだな、そいつらのことで何か分かったことはねえか。私は詳しくは調べなかったが、どうやら西条さんを調べていたようだ。事故物件で坊さんが亡くなった時に、最初はあの現場に西条さんも来ていたんだ。だがあの時はまだオカルトなんて信じていなかったから、すぐに現場を離れたんだ。そうだったのか。だが彼は別にサボっていたわけじゃない。現場から離れた後、作為的に殺された可能性も考えて、あの現場の関係者を調べていたんだそうだ。そこで後藤の悪事をつかんだってことか。ああ、私には事故で処理しておけって言いつつ、自分ではしっかりと捜査を行っていたんだ。で、後藤の黒い噂についてつかんだらしい。後藤は女優を脅して肉体関係を強要していたからな。被害者に連絡して問い詰めたところ、泣きながら彼に打ち明けたんだそうだ。助けてください、とな。あいつそれを一日で掴んだってのか。ああ、あの人は優秀だった。だからこそ私たちの一歩先を行って特定した犯人を自ら殺害していたんだろう。でも神田はオカルトが利用されていたから難航していたってことか。だろうな。だが、お前らと事件を追って神田がああいう人間なんだと分かったらよく調べたんだそうだ。客のペットを殺していたっていうあれか。ああ、当時、神田は悪質なクレーマーに相当困っていたようでな。そんなクレーマーである被害者のペットを殺せば、事態はもっと悪化するのは目に見えている。だから神田はいつもの手段は使えずにいたんだ。だからオカルトに手を出したのかもしれないな。で、そんな時に森崎くんが来たというわけだ。神田にとっては渡りに船だったんだな。そうだ、事件後すぐにそこまで掴んだんだ。本当に優秀な人だった。警察としてもかなりの痛手で。なるほどな。今取り調べで分かっているのはそんなところだ。そうか、助かった、ありがとうよ。後藤の件で新しい情報はなかったが、神田はクレーマーたちに相当悩んでいたようだな。一応覚えておくか。本当になんか全ての事件が一本の糸につながり始めたね。
まああとどこだ、行けるところあとどっかある？そう、やべえことやってたらしいんだよ。ごめんなさいね、ちょっとそこを録画できてなかったんだけど。ろうそくか。それを使う裏技で思い当たるのは高齢術だな。高齢術？ろうそくでか。ああ、霊というのは実体がないため、水や煙といった無形物を利用して人の目に見えるようになるんだ。生物に認識してもらうことでこの世界に関われるからな。無形物なら霊が望む形に変形できる。これによって霊感のない人間にも霊が見えるようになるんだ。特に湿度の高い場所は空気中に水が滴っている状態だ。だから霊は湿度の高い場所を好むんだよ。なるほどな。煙も同様だ。煙の形を変えることで霊としての姿を顕現できる。高齢術でろうそくがよく用いられるのは、火を消すことで煙を無酸素することができるからだ。悪意を持った霊が現れたらいつでもすぐに消せるようにな。高齢術をやる理由は何だ。高齢術は主に占いで行われる手段だ。高次元の存在である霊と交信を利用することで人間には知り得ない情報を聞くことができる。だがそんなもん簡単にはできねえだろう。もちろんだ。成功率は低い。たとえ霊を呼び出せたとしても、霊が思念を飛ばさなければこちらは理解できない。その思念を受け取るのもオカルティックデッドを経て霊感が発現していなければうまくいかないことが多い。仮に霊感があったところで霊に思念を飛ばすのも難しい。無前のような得意な能力がない限りはな。とにかくもし高島が行っていたことが高齢術であれば、おそらくそれが奴の不穏なオーラの原因かもしれないな。かもな。ありがとうよ、参考になったぜ。高島が高齢術をやっていたかもしれないか。一応このことは覚えていた方がいいだろう。うん。さあ、あとどうなんだろう。ちょっと情報として足りないものがあるのであれば追加で集めてくるんですけど、一旦ちょっとセーブ入れて一息入れていいですかね。よいしょ。難しすぎるこりゃ考察で何度か死ぬことになるぞ。よし、まあとりあえずやってみますか。何はともあれ、まあ一発でいけるはずがないんでできることはやりましょう。考察開始。もう数打ち当たれていくぞさて、それじゃあこれまでに裏技を使ってきた人物たちに知識を与えていた指導者について考えていこう。まずは今回の指導者を探る中でも現在も裏技を使用しているような人物がいた。高島光一、最初にこいつについて考えてみよう。こいつにはどうも妙なオーラがあった。滝見野も高橋を見て裏技に関わっていたと確信を持って言っていたし、まず間違いないだろう。そして今回の調査で公園で怪しげなことをやっていたとの目撃情報があった。夜の公園でろうそくに火をつけて何かをやっていたらしい。滝峰曰く、これは高齢術ではないかということだった。では高島は何のためにこんなことをしていたのだろうか。弟の捜索のため、霊を使って悪事を働くため、公園に人を寄せつけないため、まあ十中八九動機として考えられるのは弟関連だよな。何せ仕事辞めてまであれでしょ、弟の捜索始めてたんでしょ。これはもう執着することって言ったらこれしかないと思うんだよ。おそらく弟の捜索のためだろう。吾妻情報によると高島は弟の行方をたどってこの町まで来たらしい。そしてそのために仕事まで辞めているようだった。これは相当な執念を持ってると言える。だが結局弟の行方の手がかりがつかめず裏技に手を出したということは十分ありそうだな。おそらく堂島が声をかけた頃から裏技に手を出していたんだ。能島が感じた妙な気配は高齢術を行っていたからだ。だが高齢術は成功率が低いためその程度の気配だったのではないだろうか。となると今そのオーラが強くなったのは何か別のことを始めているのかもしれないな。もしかするともっとまずい裏技をやろうとしている。だが現時点でこれ以上の情報はなかった。本人か指導者に問い詰める必要がある。これについては一旦保留だな。次に行こう。次は高島以外の人物たちのことだ。指導者を特定するためにはこいつらがどうやって指導者にたどり着いたのかを考えるのがいいだろう。まずは後藤達弘。こいつは本物の心霊映像を撮ることにこだわっていたと知り合いである白石が言っていた。どうやら本物の心霊映像が撮れそうなヤバい場所の手当たり次第に探っていたようだ。録音データでも綾瀬の提案に食いついていたくらいだったからな。
で、綾瀬は手当たり次第に当たっていたという後藤のつてをたどったと。綾瀬も自身のことで相当な悩みがあったからな。だが気になるのは、後藤の中のつてを利用して綾瀬が指導者に接触したんだとしたら、後藤はなぜ自分で指導者に接触していないのだろうか。録音データからすると、後藤は裏沢については知らない素振りだったとすると、後藤のつては一見するとオカルトに関係するものではないのかもしれない。これ以上のことはまだよくわからないが、大きく前進はした。ひとまず後藤のことはここまでにして一旦保留しておこう。情報足りてないか、大丈夫かこれ。そして次、神田沙耶について。神田が指導者にたどり着いた経緯を考えなければならない。そのためには神田が何に困っていたかをはっきりさせよう。では神田の悩みは何だったんだろうか。これはもう対応だろ、クレーマーの悪質なクレーマーの対応か。確かに神田はこいつらに困った末に以前の犯行を森崎 A に実行させたんだったな。それぐらいクレーマーの対応に難儀していたんだ。こいつらの対応を探る中で指導者にたどり着いたんだろう。神田の経緯はこれで間違いなさそうだな。そして最後、安西里奈についてだ。安西はなぜ指導者にたどり着くに至ったのか。安西も神田同様に指導者にたどり着いた経緯を考えていこう。こいつも行き詰まっていたことがあったのかもしれないからな。では安西が悩んでいたことはあっただろうか。霊感を目覚めさせる方法、霊に取り憑かれたこと、心霊スポット探し。これは霊に取り憑かれたじゃないの。確かにあいつはあの廃屋以前にも心霊スポットに行っていたことがあったらしく、霊に取り憑かれたことがあると砂川が話していた。砂川か、砂川、ちょっと待って、もう どうでもいいんだけどさ。もしかするとあいつは取り憑いた霊をどうにかしようと情報を集めていた過程で指導者にたどり着いたのかもしれない。ありえるかもな。そこで霊を育てる方法を教わって、オカルトマニアだったあいつは興味津々で実行したと。一応数字は通りそうだ。だが問題はここからだ。以上の人物たちが指導者にたどり着いた経緯の考察はできたが、こいつらがどんな人物にこの悩みは持っていったのかだ。後藤と安西はオカルト関係の悩みだが、神田や高島につい関してはもっと現実的な悩みだ。それに綾瀬が後藤のつてを探っていた理由も現状ではよくわからない。これら全員をつなぐ何らかの根拠がいる。次は指導者という人物についてもっと考察してみよう。これを踏まえて一度考察を終了して第二段階に入ろう。マジで第二段階とかあるんですか。はい、これはあれだね、第一段階の前提が間違ってたらもう第二段階は 100% 間違えるっていうあれですね。はい、数学でいう最初の式が間違ってたら、あとをどうつなごうが答えは間違ってるっていう。こっからはさらに本格的に指導者を推理していく。第一段階の考察はあくまで前提、その前提を踏まえた上でさらに深く考えていこうまず指導者は滝峰調査局については知っていたはず。前回依頼に関わった小瓶が綾瀬の計画に利用されている点からも間違いない。そして何よりも気になるのは指導者のオカルト知識の豊富さである。指導者は一体どこからあんな知識を得たのかが問題だ。指導者が霊感のない人物だとしたら、あんなことを思いつくのは不可能だろう。やはり指導者は霊感のある人物である可能性が高いということだ。では滝峰調査局に関わりが深く霊感のある人物の中で一番指導者に近い人物は誰だろうか。候補が多すぎる。まあこれは消去法で消していこう。堂島、うん、ありえねえ新谷、うん、ありえねえ。滝峰、うん、ありえねえ。沼井、まあでもね、関わったタイミングがね、あー、まあでも秋島さんってさ、どのタイミングであれ滝峰調査局のこと知ったんだっけ。まあでもだいぶ後だよね。で急に出てくる玄妙さん、この中でプレイヤーが知らないバックボーンというか、まあ、あの以前からのこの新谷と滝峰との関わりがある人物で、なおかつ凄まじい霊力というか霊感まあわかんないけどを持つ人間って言ったら玄妙さんぐらいなんだよね。まあ、この辺も確かに
霊感のある人物として該当してはいるんだけども、あれなんだよね、その裏技っていうワードをなんか使用してたみたいな話から、昔からその滝峰調査局のことについては知っていたっていうことから考えて、まあ玄明さん、そうだ、滝峰は玄さんから霊感のことについて学んでいた。俺だって玄さんから指導を受けていたこともあるしな。確かに玄さんなら指導者に近いとも言える。が現状すでに亡くなっている。霊体となった彼が何かをしているとは思えない。霊は人の体を借りなければまともな思考なんてできないからな。誰かに取り付いているということもないだろう。綾瀬が行ったような体を乗っ取るやり方は綾瀬と堂島くらいに家族レベルの深い関係性でないと不可能だ。滝峰が源さんについて調べていたようだが、特に関係性の深い人物は分からなかったとのことだし、であれば他に考えられることとは何だろうか。協力関係だった、過去に指導を受けていた、知識だけを流用していた。わからねえ。でもね、ゲンさん無関係じゃない気がするんだよ。関係じゃない気がするんだよってか、絶対無関係じゃねえよ。協力関係だった、わかんねえんだよな、ゲンさんの人柄がな。なんか村でそういうことやってたって言っても、まあ、まあまあまあっていう感じか。まあ、とりあえずゲンさん死んだっていうのでいいんだよね。俺なんか序盤でさ、ゲンさん実は生きてる説がどうのこうのみたいな適当ぶっこいてたけど、まあ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 、周りに被害が及ばないように一応自分の命を持って対処したっていうことは、人なりはね、めちゃくちゃいい人なんだと思うんだよ。っていうことは協力関係はなくなるか、いい人って仮定するのであれば。過去に指導を受けていた、知識だけを流用していた、どっちだ、なんかあるか、ピースはあるか。一番上は消去法で消した、とりあえず。過去に指導を受けていた、それはね、もう知らんのよな、それは知らん。過去にあったのかな、もうこれは勘なんだよな、正直な。なんかヒントあったっけ。とりあえずこれでいこうとりあえずこれでいこう。可能性としてありえない、源さんが生前に誰かに指導していたと。うん、いやだが指導を受けたことを竹峰がつかめなかったというのが疑問だ。秘密裏に教わっていた可能性はあるが、そう簡単に知識の全てを学べるとは思えない。まあ外れかじゃ。いやー難しいね、マジで。とりあえず玄明さんっていう仮定でいいのかな、ここは。玄さんで知識だけの流用。そうか、もしかすると彼から知識だけを流用することは可能なのかもしれない。ゲンさんはそういう知識を竹峰に与えたことがあったようだし、それらを記録した書類なんかがあったのかもしれない。記録だけとは限らない、知識だけなら言葉にある情報もそうだ。ゲンさんへの相談を装って彼に説明させることで知識を得るなんてこともできる。そうであれば霊感のない人物が裏技を知るなんてことが可能だ。ではそろそろ結論といこう。指導者から裏技を教わっているだろう高島光一と、裏技を実行した安西里奈と綾瀬香織は指導者から除外する。現在存命していて滝峰調査局に関わった人物の中で指導者は誰だろうか。メタで一旦身内は省くねメタでとりあえず身内は省きます。まあこの辺かな、候補として上がってくるとすれば。まあぶっちゃけ言うのであれば倉敷なんじゃないのっていうふうには思う。なんでかっていうと、そのなんだっけ、玄明さんと直接そのやり取りをしていた人物っていうふうでがっつり情報が出てるのは倉敷だけなんだよね。で玄明さんに関わってたのであれば、その生きてた玄明さんからまあ、なんか何かしらの
そうオカルト的知識を授かっていたっていうのは、まあ、十分あり得るんですよ。ただもう一つメタ推理をするのであれば、初見でクリアができないって言っていた浦塚さんがまさか一発目で俺がここにたどり着けるような謎を用意するのかっていう、そこを勘ぐってしまうんだよな。一回これでいくね、一回これでいくな。はい、そうだ、倉敷は事故物件で源さんとコンタクトを取っていたんだったな。もしかするとそのつながりが倉敷が裏技にたどり着いた経緯なのではないか。そこで源さんの知識を何らかの形で流用した。これなら時系列も合うな。源さんにコンタクトを取るタイミングは企画段階のはず。そして後藤のつながりも深く、砂川がどっちだっけ、はい安西にも話していた。そういえばあいつは今マスコミ関係の仕事をしているんだったな。要するにあいつにはそういうつてがあったってことだ。マスコミなら神田や高島が相談する先としても妥当だ。一応全ての人物とのつながりが見えたな。こいつが指導者かもしれない。そう言われると指導者じゃないかもしれないってプレイヤーは思ってしまうわけよ。もうなんか意外性がゼロすぎる。もう行くぞみんな、行くぞみんな、もうこれで一回行く、これで一回行く、一回間違えよう。まずこれで間違いであるっていうのは間違いないと思う。ただ一般的なプレイヤーが陥る一つの結論としてたどり着くのは多分ここだと思うんだ。なので一回罠と分かっていながら俺はその地雷を踏み抜く。行くぞみんな、まず1回目だ。トライ&エラーの1回目だけ意味で一応結論は出したぜ。そうか、ならまずお前の考えから聞かせてもらおう。ああ、じゃあまず結論から話す。指導者は倉敷だ。倉敷さんが、理由を聞かせてくれ。倉敷には裏技を知るチャンスがあったんだよ。後藤の事故物件企画の時、源さんを見つけてコンタクトを取ったっていうのがこいつだった。なるほど。倉敷さんが裏技を知った経緯は、サエさん、源妙さんということか。だが源妙さんが倉敷さんに裏技を教えたというような情報はなかったぞ。知識だけを流用することならできたんじゃねえか。例えば滝峰も源さんからいろいろ学んだんだろう。だったらそれらをまとめた記録なかなんかがあったんじゃないか。なくはないだろうな。ただ推測の域は出ないぞ。まあな、だがありえないことではないだろう。確かに絶対にないとは言い切れないが、それだけじゃ少し弱いと思うぞ。もちろん他にも根拠はある。今までに裏技を使った奴らが倉敷にたどり着いた経緯だ。経緯、ああ、後藤や綾瀬は事故物件の企画でのつながりがある。そして安西は佐川からの紹介で倉敷を知っていた。で、神田は悪質なクレーマーに困っていたことから、マスコミにそれらの悪質さをリークしようとした時に出会ったと考えられる。マスコミか。そうか、確か後藤はテレビ業界ともつながりがあったな。そこが倉敷さんと神田をつなぐ糸口というわけか。ああ、そして高島も同様だ。あいつは弟を探していたんだろう。だったらその情報欲しさにマスコミに尋ねたんじゃねえか。なるほどな。一応数字は通りそうだな。今のところここまでが俺の限界だな。一応結論を出せたのはこれだけだった。ならここからは倉敷さんに直接問い詰めてみよう。今の新谷の推理を突きつけて反応を伺うんだ。ま、それしかねえか。ああ、じゃあ早速行くぞ。絶対間違ってる。でもなー、パッと思いつく推理でたどり着けるのがこの倉敷さんっていうあたり、多分スケープゴートなんだよな。可能性が他に思いつかない。誰なんだマジで。倉敷相変わらず現場の撮影をしていたようだった。本当動かないね、このゲームの他のキャラクターたち。マジで動かないな。ずいぶん長いことやってんな。まあいっぱい撮った方がいいっすからね。ところで俺に何か用すか。さてどうなるか。倉敷さん、少しお話ししたいんですが、あなた裏技のことについてはどれくらいご存知ですか。裏技って何すか。ゲームかなんかすか。オカルトを意図的に利用することです。以前後藤が使ったような手段です。俺たちはそう呼んでるんですよ。そうなんすか。俺はあんまり知らないっすけど。実は今この街でそれを広めている人物がいるようなんです。マジっすか。じゃあ後藤さんも。そうですが、後藤さんだけではありません。犬の飼い主が殺された事件や
あなたが関わったあの悪霊事件もこれに関わっています。マジっすか、やばいじゃないですか。ええ、今はそれを調査しているんです。すげえっすね、やっぱ竹峰さんのとこ半端ないっす。ところで倉敷さん、あなた玄宮さんとはどれくらい連絡を取っていましたか。玄宮さんなら後藤さんの企画の参加をお願いするためにコンタクトを取ったのが初めてっすね。それからはまあ本当に数回会った程度っす。彼から何か話を聞きませんでしたか。例えばオカルト知識に関することとか。聞くには聞きましたけど、ほんのちょっとっすよ。霊感の魂の純度がどうのとか、それくらいっす。正直あんまり意味は分かんなかったっすけど。本当はもっとしっかり教えてもらったんじゃねえのか。いや、ないっすけど。で、なんでそんなこと聞くんすか。もしかしてさっきの裏技広めたのが俺だとか思ってないっすか。平たく言えばそういうことだな。いや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 、それはないっすよ。俺たちはあんたが玄宮さんの知識を流用していたんじゃないかと考えたんです。それをもとに裏技を広めていたと。いや無理っすよ。だって玄宮さんとは後藤さんの企画段階で数回会っただけっすから。そんな程度で竹峰さんたち並みに知識を得るなんて不可能っすよ。じゃあ神田沙耶や高島光一って名前ここだったりは。え、誰っすかそれ。裏技を教えられた人間だ。あんたはマスコミとのつながりがあるよな。今の仕事だってニュース用の映像だろ。そのあたりのつながりでこいつらと接触したんじゃねえのか。ああ、それはないっすよ。俺マスコミ関係とはつながりないっすから。は？どういうことだ。この仕事は後藤さんの知り合いだったテレビ業界の白石さんって人が間に入ってるんです。マスコミとつながってるのはむしろその人っすよ。本当か？嘘じゃないっすよ。なんなら今から電話で証明してみましょうか。倉敷にマスコミとのつながりがないとしたら俺の説は崩れるな。それによくよく考えれば倉敷がマスコミとつながったのは後藤の会社を辞めた後だ。それ以降に神田や高島が接触してきたんだとしたら時間的に短すぎるか。だったら倉敷がつながっているのは後藤と安西の件だけになる。これじゃあこいつを指導者として指摘するには不十分だ。終わり、こっちが間違っていたようだ。ああ、分かってもらえたならよかったっすよ。すみません、うちも少し焦っていたようです。いいっすよ、ただ、もし次に相談行くことがあったら、ちょっと負けてもらえると嬉しいっす。ええ、操作してもらいます。まあちょっと一回ゲームオーバーを見よう。このゲームオーバーね、意外となんかヒントくれたりとかするから。はい。その後、倉敷の尋問をやめ、俺たちは事務局へと戻った。悪い、やっぱ俺じゃ難しかったようだ。まあ無理もないさ、ろくな情報がない状態でそこまで考えられるお前の考察は大したものだ。一度休憩でもして考え直してみてくれ。ああ。その後俺たちは少し休憩を取った。その後も引き続き調査や会議を行っていたが、これといった進展はないままだった。そして俺たちの調査は夜まで続いた。ダメだな。ああ悪い、どうも考察がまとまらねえ。仕方ないさ、お前の考察はかなり集中力を要するだろうからな。精力的にも一日が限度なのさ。かもしれねえな。全然まとまらねえ。あれから情報収集やら考察やら繰り返し行っていた。だが大した成果は得られなかった。夜中腹へんないっすか。さあどういうゲームオーバーになるのか。いくら考え直してもなかなか見当がつかない。やはり今日は一度頭を休めるしかないのかもな。にゃーん。うん。ファッ。そこで急に事務局の明かりが消えて入り口から大きな音が聞こえてきた。なんだ。入り口に駆けつけるとそこには気を失った滝峰と沼井が壁にもたれかかっていてへたり込む姿があり、その前に高島が立っていた。お前。高島の様子がおかしい。いや、それだけじゃない。高島から感じる気配は例の気配だ。どうやら何かに取り憑かれているらしい。それもかなりまずいレベルの悪霊だ。おい高島。反応はない。完全に乗っ取られてやがる。瞬間、
高島がとんでもなく機敏な動きで俺の目の前に来る。しまくっ。高島は俺の腹をただ手で押しただけだった。なのにその力は常人のものではなく、俺の体は壁まで飛ばされたのだった。霊に疲れた人間は脳のリミッターを外せるんだったな。霊感のない体であっても限界を超えた肉体の力で人を吹っ飛ばすことも可能だったということか。が、あ、声が出ない。内臓も損傷してるんだろう。腹部に激痛が走っている。やべ、死ぬ。高島がこちらへ来る様子を見せる。まずい、来る。高島が俺へと向かって血を蹴った瞬間、俺の体が壊れる音が聞こえた。まあ初回だから初回ですから、はい、多めに見てくださいいやー、わからねえよこれ。トライ&エラーやな。まあちょっと回数こなしていこう。情報整理しながらありのまま今起こった出来事を話すぜ。まあ、結局わからねえとこれはまた全選択肢を攻めていく総当たりをやっていくのしかないのではないかということで、もうやけくそになって俺はまあ選択肢を選び続けていたわけなんですよ。ただとある人物の考察に達したところで変化が起こりました。まあまず見ていただきましょう。はい、まあこれはいい。で第2段階、まあ、ここまではもう良しとします。はい、もうこれ以上ね、なんかいろいろ探索とかし直してみたんですけど、一向になんか変化というか、まあ本当に何もなかったんで、ここまではねマジで合ってると思うっていうことっていう過程で進めていきます。でその変化が起きた人物っていうのが、まず最初の選ぶべき滝峰ですね。はい、こいつがまあ、黒幕の情報源という過程で進めていきます。で考えられること、これは協力関係でも過去に指導を受けていたわけでもなく、知識だけを流用していた。つまり一方的に滝峰からその情報だけを抜き取って、まあ、悪用していたっていうことですねっていう考えでいきます。はい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 、そろそろ結論といこう。指導者は誰であろうか。で、まあこれも総当たりやってやろうって思ったんだけど、こいつですよ、アガツマ。いや俺もね正直んって思ったのよ。 なんでこいつ選んだ時に、あ、ちなみに変化がなって何が起きるかっていうと、ゲームオーバーになるじゃないですか、考察外れてでいつもの暗転した事務所に高橋がやってきて、まあ、新谷たちを突き飛ばしてぶち殺すっていうエンドにたどり着くんですけど、こいつのね考察のそのゲームオーバー迎えた時だけなぜか最後になんかヒントがもらえたのよ。でどういうヒントかっていうと、なんかなんだっけ、沼井が手なずけたさ猫ちゃんいるじゃん。猫ちゃんがなんかヒント示してきて、なんかあ、いいです、結論は吾妻でいいと思う。うん、でどうせこれ外れたんだろうって俺思ったのよ。はい、いきます。あ、解決じゃない、解決じゃない、ダメだ、これ騙されちゃいけない。ここでやるべきこと、それは調査なんですよ。この考察を出した上でやるべきことがあるんですね。あ、猫ちゃんって、この猫ちゃんですねがヒントをくれまして、このまま結論に行っちゃいけないんです。このまま結論に行くとゲームオーバーなんですよ。でおそらくなんだけど、この男の状態で、あれ、ちょっと待って待って待って、あれ、お前話が違えぞ、おいおい、ぬっこ、お前が調べろって言ったんだよ。ヒント出してくれたヒントが、とある男、とある男っていうかとある人物の考察を行った後でこの事務所のテーブルを調べろって言うのよ。でそんな変化があった人物ってこいつぐらいしかいないから、あっ、ぶねー、そうだよね、合ってるよね、よかった。でもこれでまた別の人物とかだったらまた一から全部やり直しちゃったんだけどそうだよね、だって吾妻の時にしかこのヒントくれねえんだもん。とある人物って吾妻しかいねえよ。さあ何が出てくる。ん、机の下の縁の
内側部分に何か貼られてあった。これはボタン電池ほどの小さい機械だった。何それ、盗聴器。そう、誰でもありになるけど、まあでもそうだよね、この事務所に出入りしてる人物、頻繁に事務所に出入りしてる人物っていうことが絞られてくるよね、これで。でもちろん赤妻も該当してくると。あいつも知り合いだから、昔からの。ただなんとなく調べただけだったが、まさかこんな発見があるとは。ふざけんなよ。わかるかんな、もうノーヒントで。いやいやいや、もう砂漠の中からコンタクトレンズを見つけるのに等しい行為だぞこれは。あのヒントありきでしょこれは。初見でクリアできないとは言ってたけど、いや、やばいなこれ。セブンデイズのさ、あのタンスの隙間調べるレベルのそれ以上だと思うよ俺、正直。まさか指導者はこれを使って俺たちの知識を得ていたのか。ここに来たやつなら誰でも仕掛けるタイミングがあるしな。もしかすると俺の別の世界線の記憶が影響したのかもな。こんなのたまたま発見できるわけねえし。お、そうだな。とにかくこいつは重要だな。指導者を追い詰める決定打になるかもしれない。きたー。いや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 、せめてさ、その考察が終わった後にこのパートに戻って机のここが光るとかだったらまだわかるんだけど、光もしないっていうのはこれはもうやばいよ。いよいよやばい。ということで結論は出たんじゃないでしょうか。はい、考察は、あ、初めてだよこんな選択肢が出たのは。じゃあいきますか、解決編。多分大丈夫だろう。はい、竹峰、一応結論は出したぜ。そうか、ならまずお前の考えから聞かせてもらおう。ああ、じゃあ結論から話す。指導者は吾妻だ。吾妻さんが？理由を聞かせてくれ。吾妻は事故物件以前からうちと関わりがあった。あいつが紹介した依頼人の話を聞くときはあいつも一緒に話を聞いてただろう。それに解決後も経緯報告をしてたしな。まあ確かにそうだが、それだけでオカルト知識を得るのはいくらなんでも難しいんじゃないか。そこに関してはちょっとした証拠を見つけたんだ。今は言えないが俺に任しといてくれ。まあつまりその証拠がなかったら終わってたっていうことなんだよな。はい。そうか、だったらお前を信じよう。で、他に根拠はないのか。ある。裏技を使った奴らが吾妻にたどり着いた経緯だ。経緯？そうだ、後藤のつてっていうのは探偵だったのかもしれないぜ。事件が起きた現場なんかをあいつに調査してもらってたんじゃねえのか。事故物件の現場も自殺者が出たという情報を買ったと考えることができる。それがつながりだったのかもな。で、綾瀬はその後藤との関係の中で探偵のつてを見つけた。綾瀬は後藤に脅されてたから探偵にでも相談に行ったんじゃねえか。探偵でも脅されてたんだったら警察に行くのが普通なんじゃないですかね。秘密裏にやりたかったんじゃねえの。例えば道島に心配かけたくなかったとか、所属していた役者の事務所に知られたくなかったとか、理由ならいくらでもあるだろう。確かにな、後藤と肉体関係にあったらしい綾瀬なら知るタイミングは何度もあったわけか。そう。そして、神田は悪質なクレーマーの身辺調査を依頼。高島なんて人探しだろう。探偵に頼む仕事の代表例じゃねえか。だったら沼井さんは。沼井さんじゃねえ、間違えた。ごめんな、ちょっと左上には沼井って出てきたからさ、引っ張られたわ。あいつの事務所はうちに仕事を紹介することで心霊相談ができると噂が立っていた。坂はわかんねえ。安西にそういう話をしていたらしい。なるほど、全体的に筋は通るな。いやもうこれだよ、これしかねえよ結論は。行くぞ、もう乗り込むぞ奴の元へ。もう逃げらんないからな。おい、もうここ塞いじまえばよ。そこのソファーの裏側見えない壁があるからお前通れねえからな。逃げられやしないぞ。まあちょっとな。さてどうなるか。吾妻、お前裏技についてはどのくらい知ってる？裏技ね、タッキーやガックンはそういう単語を話してたりしてたね。
オカルトを意図的に利用するとか、そういう意味なんでしょう。よく知ってるな。ま、前後の会話からなんとなく察しただけだけどね。多分そういう意味かなと思ってたけど。で、裏技をどれくらい知ってるってどういう意味？俺は別にタッキーたちほどよくは知らないよ。だが、お前にはそれを調査するだけの能力があるだろ。俺たちのそういう知識を調査によってすでにいろいろ知ってるんじゃないのか。話が見えないな。一体何を聞きたいの？今この町には裏技を広めている人物がいるんだよ。これまでにあった妙な事件はそのせいっつうわけだ。そうなんだ。なるほどね。で、その広めたっていうのが俺って言いたいわけか。平たく言えばそういうことだな。まあ確かにこの名探偵である俺ならタッキーたちの知識を調査することもできるかもね。でもさ、知識を得るなら学ぶ時間が必要だよね。タッキーたちは俺にそういうレクチャーをしたことがないでしょ。だったらさすがに無理だと思うけどな。まあ確かにな。でしょ？でもそれだけで俺を怪しむわけないもんね。他にも何か証拠があるからここに来たんでしょ。まずはそれを聞かせてよ。今まで裏技を使って事件を起こした人物たちがお前にたどり着いた経緯が根拠だ。まず後藤達弘、こいつは本物の心霊映像を撮るために事件が起きた場所を探していたんだそうだ。そういう調査はお前は得意だろう。そんな後藤に脅されていた綾瀬は後藤との関係の中でお前の存在を知った。そして後藤の悪事の証拠集めはお前に依頼したんじゃないのか。次に神田沙耶、彼女は悪質なクレーマーたちに困っていた。そのクレーマーたちの弱みを握りたくてお前に身辺調査を依頼しに出会った。そして安西リアン、こいつは佐川からお前のことを聞いたそうだ。お前はうちに仕事を紹介していたことで心霊相談ができる噂が立っていただろう。最後に今も何らかの裏技を行使している気配がある高島光一、龍一ちょっと漢字がね、申し訳ない高島の目的は人探しだ。探偵に依頼する案件としては最も代表的な内容だ。これらの人物は全てここに来るのに説明のつくような悩みを持っていた。これが俺たちがお前を疑う根拠だ。なるほどね。まあ確かに自然だね。俺もびっくりだよ。こういう風にこじつけることが可能なんてね。こじつける？じゃあ反論でもあるのかよ。もちろんある。なんでその人たちは警察に頼らなかったの？安西さんはともかく他の人たちの相談先は別に探偵じゃなくてもいいんじゃない？後藤の場合は警察に情報の横流しを頼むより探偵の方がまともだろ。それに綾瀬は後藤に脅されていた手前、秘密裏に動く必要があったと考える。神田は自分の手で客の動物を殺していた。警察の会にあいつだって困るはずだ。あとは高島隆一、あいつの弟は犯罪者だ。あいつはどっちかっつうと男との味方をする口ぶりだった。だったら犯罪者の捜索を警察に頼るのはまずいだろ。あーまあ確かにそうだね。反論できねえだろ。お前しかいねえんだよ。やはり全てに説明がつくのはこいつくらいしかいない。あとはこいつが認めてくれるかどうかだが。じゃあ100歩譲ってそこはガックンたちの筋が通ってたってことは認めるよ。でもさ、俺が裏技を知ってるってところが弱すぎない？いくらなんでも知識を調査するなんて無理があるよ。やっぱりガックンの考えは間違ってるって。まあそこをついてくるよな。ここで認めてくれればよかったが、さすがに手強い。だったらそろそろ切り札を出すか。あー助かる。この BGM が出てくることが助かる俺のやり方は合ってたんだということを今証明してくれた。よかった。実はよ、うちの事務所でこんなものを見つけたんだ。俺は盗聴器を取り出した。それは何？小型盗聴器だ。うちの事務局の応接用の机に貼ってあった。それが知識を得ていた証拠ってわけ？そういうことだ。お前ならこいつを仕掛けるタイミングはいくらでもあったよな。そうかもしれないけど、それを俺が仕掛けたとは限らないじゃん。証拠って言うけど不十分だと思うな。そう言ってくるだろうと思ってたよ。それじゃあよ、この事務所を徹底的に調べさせろ。もしお前のものならこの事務所から受信機が出てくるはずだ。俺ならそういうの見りゃわかるからよ。潔白なら別に構わねえよな。それは困るな。うちには個人情報もあるし、人に見せちゃいけない書類もいっぱいあるからさ。じゃあこの事務所で得た情報の公開はしないって契約書でも書いてやるよ。破った時の罰則はお前の好きにしろ。なんなら今後お前から紹介された仕事の報酬は全部お前にくれてやろうか。竹峰どうだ？あ、構わないぞ。局長の許可も得たぜ。もし潔白なんだったらお前にとっては美味しい話じゃねえか。
なんとか言えよ。許可するかしないのか。まあ拒否すりゃ俺たちはお前が指導者だと断定するけどな。まあ罪かな。認めるのか。はいはい、もういいよ。認めまーす。とうとう我が妻が白状した。それにしてもガックンたちやっぱすごいね。心霊調査に限らずいろいろやれば、その調査力なら探偵もできると思うよ。いつかは盗聴器もバレるとは思ってたけど、俺が仕掛けたことまではバレないと思ってたんだけどな。あっぱれあっぱれ。まあ俺もね、猫ちゃんのヒントなかったら一生たどり着けなかったよ。まあ他に小型カメラも仕掛けてんだけどね、盗聴器もそれ一個じゃないよ。電話の近くとかいろいろ。ガバガバすぎないセキュリティお前の事務所。相変わらずふざけた態度でそんなことを言ってくる。じゃあその盗聴器はカメラで俺たちの会話から裏技を学んでいたと。そうだよ、タッキーって分かりやすく解説をしてくれるじゃん。おかげでいろいろ学ばせてもらったよ。オカルティックデッドだっけ。すごいよね、この世界にそんな現象があるなんて。俺にもそのうち霊感が発現したりするのかな。そんなことはどうでもいいんだよ。いいから全部話せ。そうだね、どこから話そうか。まあこういうのは時系列順でいいかな。俺が最初に裏技を教えてあげたのはカオリンだよ。タッキーの言う通り、最初はうちに強盗の悪事の、証拠集めを依頼しに来たんだ。確かに最初は普通の依頼だったんだけどさ。その後藤さんの悪事の証拠をね。はい、もうこれ以上こんなこと嫌なんです。警察には行けないの。警察に行けばいろんな人に知られます。友達にも心配をかけてしまう。そんなの耐えられません。んー、でも証拠を集めたところでどうするの。裁判でも起こす。だったら結局大事になっちゃうと思うけど。それは証拠さえあれば後藤さんも手を引いてくれるかなって。甘いと思うよ。後藤さん俺も何度か会ったことはあるけど、やばいおっさんだったし、多分報復されるんじゃない。わかりました、もういいです。その時のカオリンを見た時、まずいなって思ったんだよ。完全に自殺する時の人の様子だったし、このまま返したら死ぬだろうなって。ちょっと待ちなって。ちゃんと話は聞くから。別に手段がないって言ってるわけじゃないんだよ。手段、そうそう。でもまずは綾瀬さんの話を聞かせてよ。どういう経緯でそうなったのとかさ。そこで俺は彼女の身の上話を聞いた。まあ辛い過去があって、それを救ってくれたミーアに心配をかけたくないとか一番の思いだったよ。なるほどね、君はそのミーアって子がすごく大事なわけか。はい、ミーアは私の憧れです。だから心配かけさせたくないんです。正直俺じゃ彼女の抱えてる問題を解消することなんてできなかった。かといってこのまま返せばこの子はいずれ自殺してしまうだろう。我にもすがる思いでここに来た彼女に俺はあることを話した。実はさ、この世界には裏技があるんだよね。知ってる？霊能力とかそういった類の。え、まあ霊感なら友達のミヤにありますけど。そうなんだ、だったら話が早いね。そういう超常現象を意図的に利用する方法があるんだよ。どういう意味ですか？例えば後藤に呪いをかけたりとか。呪い？そうそう、他にもいろいろできるみたいだよ。でも呪いだなんて、なんか。別に呪いじゃなくてもいいよ。例えば君の意識を後藤に移して操るとかさ。裏技を使えばそういうこともできるし。意識を移す？そんなことができるんですか？ああ、可能だよ。ほら、霊って人間に取り付くじゃん。人間も意図的に幽体離脱をすることが可能みたいでね、その意識を。って、ああ、でもダメだ。意識を移すには家族くらいに関係が深くないと難しいのか。私の意識を。ん？どうしたの？その方法、詳しく教えてくれませんか？と、まあ、そういう経緯でカオリンにはミーアンと一緒の体になる方法を教えてあげたわけ。で、後藤の企画にミーアンを参加させるために、例の出現方法っていう餌で後藤を釣ってミーアンを企画にねじ込んだんだ。でも知らなかったんだよね。まさか長時間同じ魂が体に入ってると片方が消えちゃうなんて。そうか、綾瀬の計画が不完全だったな。こいつも知らなかったということだったのか。悪霊の小瓶を利用したのは事故物件での計画をガックンが潰しちゃったからだよ。代わりの方法を調査していたんだ。悪霊事件で小瓶の使い方を見て代わりになるんじゃないかなって思ってね。で、その案をカオリンに教えてあげたわけ。何のためにそんなことをしたんだ。だから言ってんじゃん、あのまま放っておいたらカオリンが死んじゃうと思ったからだよ。だってあのまま誰にも言えずに後藤にされるがままだったらどうなってたと思う。
カオリンを死なせないためだよ。最初はあくまで善意、その後は仕事の一環かな。カオリンから報酬はもらっていたし。ってことはお前ら最初から知り合いだったのか。そうだよ。まだカオリンが名乗ってもいないのに俺が彼女の名前を知っていたっていうのはそういうこと。いやさすがに違和感なかったな。ここでは気づけねえな。他の人の名前も混じってるから、まあ紛れ込んじゃってるような、うまいこと。タッキーがまこちゃんの勧誘したことも気づいて、ちゃんと聞いてたしね。まこちゃんがいることに疑問を持たなかったのも知ってたからってこと。俺なりにヒントをあげてたつもりだったんだよ。でもまあガックンたちなら俺が調査していたってことで納得してくれるかなと思ったけどね。どこまでも舐めたやつだ。次が安西リナ、リナリーだね。彼女は心霊相談でうちに来たんだよ。さっきタッキーの言った通り噂が流れてたからね。リナリーはさ、前にもあの廃屋に行ったんだって。前のバイトの先輩とかだったかな。リナリーって人懐っこいじゃん。ああいうのに弱い男の人は多いからね。それで霊に取り憑かれたかもって思ったんだって。どうにかしてくれっていうこと、言うよりかはどんな霊がついてるか見てほしいってことだったんだけどさ。俺じゃリナリーに霊がついてるかわかんないし、一応そこでリナリーに裏座のことを話したんだよ。とまあそういうことだよ。こういう現象をオカルティックデッドっていうらしい。すごい、なんでそんなことまで知ってんの。まあ名探偵だし、オカルトマニアだけあって俺の話は全部信じたよ。すんごい食いつきだったし。ねえねえ、じゃあさ、うちに取り付いた霊を使って何かできない。霊の思念を強くする手段ならあるよ。なんか最強の悪霊になるっぽい。やば、その方法教えて。いいけど情報料はもらうよ。いくら出せる。うち貯金5万くらいしかないな。じゃあそれでいいよ。やったーって感じかな。リナリーにやりたいことを一生懸命でさ、ついつい力を貸してあげたくなっちゃったんだよね。でその後は何回かあの廃屋にリナリーを連れて行ってあげたんだよ、俺の車でね。そうか、車を運転できない安西が町から離れた廃屋に一人で行く手段は限られている。安西を送っていた人物がいたということだって気をが、ということに気を回らなかったな。次に来たのが高島隆一、隆くんだね。彼弟を必死に探しててさ、だから高齢術を試すように話してみたんだ。半信半疑だったけど試してみたいだね。でもまあ彼の話は一旦置いておこうか。最後が神田さよぽんだね。確かに彼女はクレーマーに困っててさ、最初は彼らの身辺調査を頼まれたんだ。悪質クレーマーの調査か。お願いできるかな。いいけど具体的には何を調べればいいの。そうだね、彼らの弱みが欲しいから、こじれに逆らえないように握っていたいんだ。弱みか、それはそれで難しいと思うよ。クレーマーの人ってそういう弱みに屈しないし、弱みに屈するくらいの人ならクレーマーなんて入れないでしょ。まあそうだけどさ、あいつらにはうんざりなんだよ。ロイ君が全然元気にならない、お前やぶ医者かとかさ、もう毎回毎回何かしらの文句をつけてくるんだよ。病気なのち、そんなすぐに元気になるわけないじゃん。っていうか甘やかしなんだよ。甘やかしすぎらしい、バカなんだよね。犬にチョコレートあげてるから病気になるんだよ。じゃあ別のプランがあるんだけど、どう？別のプラン？彼らの弱みを作るってコースだよ。裏技を使ってね。裏技？そう、ちょっとオカルティックな話になるけど、聞く？まあ話してみてよ。それから考えるし。で、犬にガキを取り付かせる方法を教えたんだ。クレーマーの犬に問題を起こさせるためにね。そしたら散歩に来てた小型犬を食っちゃったんだって。散歩に来てた小型犬？まさか。森崎 A の飼い犬か。そうそう、多分サヨポンが治療中に実験したんだろうね。それで俺のことを信じたみたいでさ、今度は人を指定場所に誘導する裏技の情報を買いに来たんだよ。じゃあお前裏技の情報を売ってたってことか。そういうこと。まさか本当の心霊探偵ってわけ。神田はお前の情報を使って殺人を行っていたんだぞ。そのことを知っていたんだろう。知ってたけどさ、もともとはクレーマーも悪いでしょ。俺はサヨポンの気持ちわかるけどな、生きるためには誰かを排除することも必要でしょ。今回はたまたま俺がサヨポンの味方だっただけだよ。先にクレーマーの人たちが来てサヨポンを調べてくれって依頼が来たら、そっちの味方をしていたかもしれないし。自分の客の味方をするのは当然だよね。タッキーたちだってそうでしょ。悪びれもせずにあがすまあゆ、その様子に悪気なんて全くないようだった。こいつの中ではあくまでも善意だったんだ。
それで高島には何をさしているんだ。リュウ君に新しい餃子を売ったんだよ。何を吹き込んだ。ほらタッキーたちのこの前面白いことやってたじゃん。カオリーの剣でミニヤンが行方不明になった時に。まさかあの方法を高島に教えたのか。まあね、霊を取り付かせてその思念をたどるだっけ。やっぱりタッキーたちは面白いことを思いつくよね。あれは魂との意思疎通ができる沼井がいたからできたことだ。それに霊の怨念を鎮める方法も分かっていた。だが普通の人間がそんなことをすれば。その情報も含めて売ったんだよ。身に危険が及ぶ可能性があるかもしれないけど自己責任ってね。だってリュウ君も必死だったからさ、仕事を辞めてまで弟を探してるんだよ。力になってあげたいじゃん。今夜あたりにでも実行するんじゃない？もし止めるんだったらまだ時間はあるよ。お好きにどうぞ。吾妻、お前は。俺は自分の仕事を全うしてただけだよ。俺なりにできることを全力でやって、お客さんの望みに応えていたんだ。カオリンだって俺がいなくなったからとっくに自殺、いなかったらとっくに自殺してたはずだよ。別に責められるようなことはしてないと思うけどな。どうやらこいつには何を言っても多分無駄だろう。だがもう一つはっきりさせておかなければならないことがある。おい吾妻、お前がやったことは本当にそれだけか。どういう意味？西条の件だ。あのダークライダー事件にお前を関わっていたんじゃねえのか。理由は？お前が指導者だと分かって一つ思い出すことがある。ダークライダー事件で西条たちとの、事務所にとこの事務所に押しかけた時だ。ああ頼んでるね。西条はお前から情報を買っていたんだよな。まあね。お前後藤や神田の情報を西条に言った。西条がダークライダーってことを知ってたんだ。そこはあんまり突っ込まれたくなかったな。警察に調べられちゃうじゃん。だろうな。で何の情報を渡してた。アッキーのやってることも理解できたしね。それにカオリンの悩みの原因も解決するじゃん。お前どんだけの人間に共感してんだよ。俺さ、人間って生き物が好きなんだよね。人それぞれにいろんな考えがあってさ、できればみんな尊重してあげたいけどそれは無理だからさ。お前の客の神田の情報も売ってるじゃねえか。まあサヨポも悪いところはあったからね。他人を排除するんだったら自分も排除される覚悟がないとダメでしょ。ったくお前の中の優先順位がまるでわかんねえよ。そう、俺なりにも基準はあるんだけどね。サヨポンよりアッキーの方が好きだったし、ちなみにガックンたちはダントツトップだよ。とにかくもういい。せいぜいこってり絞られろ。沼井、五十嵐に電話だ。はい。呆然と話を聞いていただけの沼井が慌てて五十嵐に電話をかけ始めた。つうわけだ。まあお前への仕打ちにしちゃ生温かいだろうが生ぬるいだろうが、今はこれぐらいで勘弁しといてやる。ただその代わりにお前はもう事務所を畳め、この町から出ていくことが条件だ。そっか、せっかく仲良くなれたのに寂しくなるな。お前がそんな玉かよ。ふざけんなも大概にしろ。いや嘘じゃないよ。ガックンたちのことは本当に気に入ってたんだ。一緒に仕事できたりして楽しかったし。ああだからバレたくなかったんだよ。ああガックンたちとずっと一緒に仕事したかったな。本当に寂しげに吾妻はつぶやいた。今までのこいつの言葉には全く悪意が感じられなかった。だが罪悪感を感じている様子もみじんもない。こいつがただ依頼人のために全力を尽くしただけというのは本当なのかもしれないな。だとしたら随分とタチの悪いイカれたお人よしだ。依頼人共感しすぎたやつの末路がこれか。そうして吾妻は駆けつけた五十嵐に連れて行かれた。西条の犯行を知っていたことが明らかになれば、あいつも今後は面倒なことになるはずだ。罰は大したことにならないだろうが、この町から離れなければならないことがあいつにとっては大きな罰となる。とりあえずはそれでいいだろう。これ以上は俺たちにはどうすることもできないからな。そしてその日の夜。さあやめるんだバイキンマン。やんなければとんでもないことになる。まあ、逆に間に合わなかったパターンも見てみたいけどね。どういう風にやばいことになるのかっていうのが見れるから。高島、お前はいつもいつも公園にいるな、この暇人野郎が。滝峰、今すぐにやめろ。何をだ。お前が今やろうとしていることだ。高齢術で呼んだ霊を自分に取り付かせる気だろ。もう知ってんのか。
ああ、吾妻から全て聞いた。そうか。高島は全てを諦めたように呟いた。早くない？なあ滝峰、俺がやろうとしていたことはどれくらいの確率で成功するものだったんだ？ほぼゼロだ。最低でも霊感は必須だからな。霊感がなくても本当に稀にうまく波長の合う霊を呼び出せるかもしれないが、そこをクリアしてもお前じゃ霊に意思を伝えられんさ。そうだったのか。なぜそこまで弟の創作にこだわる？俺のせいだからだよ。俺のせいであいつの人生が狂ったんだ。今弟はさらに道を踏み外しているそうだ。それを立たせるのはもう俺しかいないんだよ。だからといってそんな方法にすがるな。頭のいいお前がなぜそんなことをやろうとしたんだ？最初は俺もあの探偵の言うことなど信じていなかった。だがどんなことにでも試そうかと思ってやってみたんだ。そうしたら不思議な現象が起こってな。煙が形を変えて妙な姿になったんだ。だからもう一度話を聞きに行って別の方法を教えてもらったのさ。そこまで悩んでいたんだったらなぜ俺に言わなかった？弟は犯罪者だ。お前の手を借りれば巻き込むことになる。そんな迷惑はかけらんないだろ。お前な、別にこいつはそんな気にしねえよ。つうか俺らも結構大概だしな。まあ確かにな。そんなものよりもっとやばいことに関わったこともある。そのくらいなんとも思わんさ。手を貸してくれるのか？やれるだけはやるさ。だからこれ以上裏技に手を出すな。ああ、ありがとう。どうやら高島のことは案外簡単に止められたようだ。きっとこいつも心のどっかで迷ってはいたんだろう。今まで裏技を使ってきた者が霊感のない人間ばかりだったのはその危険性が分からなかったんだ。それを教えていた吾妻本人ですら分かっていなかったはずだ。例えるならば毒を使いながらその毒に蝕まれていくようなもの。霊感がなければ症状を自覚することすらできない。神田や後藤が殺されたのはある意味ではその代償とも言える。西条という存在がいたことで事象がうまく噛み合ってしまい、あっさりと死に向かっていったんだろうか。綾瀬だって西条に襲われているし、今も昏睡状態だ。綾瀬の代償はこれだったんだろう。安西の場合はその代償の尻拭いを俺らがさせられたんだ。うちに来ていなければ綾瀬もとっくに悪霊に殺されていたはず。高島は高齢術程度だったから助かっていたに過ぎない。もし今夜の裏座に実行していたらきっと大変な事態になっていたんだろうな。大変な事態になってましたね。裏技に手を出した人間は必ずその代償を受ける。改めてそのことを認識できたな。とにかく一連の騒動はこれで一段落だ。今日はさっさと帰ってしまおう。終わったー。いやー、でもなんか黒幕が黒幕をしてなかったというか、いやまあ実際ね、振り返ってみてれば手を貸していたわけだから、まあ、完全に悪者ではあるんだけど、なんかねって感じだよね。本当に歪んだお人よしだったっていう。ん？ちょっと一旦鼻かんでいいっすか。はい、すいません。よいしょ。ん？仮眠室で眠っていたところ騒がしい声で目が覚めた。寝かせてくれよ、クソ。え、誰だ？うるさすぎて眠れん。たく、一体何やってんだ。誰か来てるのか。堂島と綾瀬はまだ病院にいるし、もしかして100でも来たか。とりあえず様子を見に行くか。うい、一応セーブでもしときますか。仮眠室を出ると滝峰と二人の女性の姿があった。誰だこの人。あれじゃん、このメガネの人。なんだっけ、都市探求会のさ、なんだっけ、先輩組の滝峰と、なんかなんだっけ、幼馴染なんだっけ、友達なんだっけ、ちょっと忘れたけど、あの人じゃない？名前はさすがに覚えてない。あなたが新谷さんですか？ジンがお世話になってます。メガネをかけた真面目で気の強そうな女が俺に挨拶をする。え、ああ、おう、まあ世話してるな。俺が世話してんだ。それはねえよ。あ、そうだよね、そう、君島や。はいはいはい、君島さんね。ああ、なんか滝峰がたまに電話してる女か。名前だけはなんとなく聞いたことがある。マミヤめぐる、
あれだよな、あの主人公と同期の子だよね。なんかさ、あの最初に都市探求会にさ入った時にさ、同期3人で入ったじゃん、滝峰たちがいるところにのうちの一人だと思う、確か。ちょっとあやふやだけど記憶。もう一人の女は君島と違っておとなしそうな女だった。おしとやかってイメージがぴったりの女だ。お、苦労してる。滝峰の知り合いだってのは分かったが、こいつら一体何をしに来たんだろうか。ああ、実はな、アーサが入院して堂島もいないだろう。だから事務仕事が溜まってしまっていてな、助っ人を呼んだんだ。ああそういうことか。確かにアーサが来てから、事務仕事なんて全く手をつけてなかったな。それに最近だいぶバタバタしてたし。それでジン、あんたいい加減に整理整頓くらいできるようになりなさいよ。奥の棚の奥からぐちゃぐちゃになった請求書出てきたわよ。あ、こんなところにあったか、探してたんだよ。ほんとそういうとこ変わってないわね。まあまあ、あや、ちょっと落ち着いて。ジン君のこれはもう仕方ないわよ。そうだけどさ。なるほど、この君島とかいう女が騒いでたのか。ああこれ先月の電気代の払い込み用紙じゃない、期限過ぎてるわよ。あ、そうか、綾瀬が入院したからまだ払ってないのか。やばいじゃない、今日にも電気止められるわよもしかしてさ、あのゲームオーバーの時にさ電源落ちたのってさ、あれなんか俺オカルティックななんか出来事が起きてんのかなと思ったけど、何物理的に電気止められてたみたいな、そういう説ある？助かった、すぐに払いに行こう。まったくもううちの事務局ボロボロじゃねえか。綾瀬早く帰ってきてくれ死ぬなこれまるで滝峰の母親みたいな女だ。ここまで世話を焼くってことは滝峰に惚れてんのか。あー、いやさすがにそれはないかな。あめぐみ、うん、何その今度一緒に飯でも行かないか。いいわよ、じゃあ綾との私の都合が合えばまた連絡するねあーこれめんどくさいやつこれめんどくさいやつ。突然君島が滝峰にタックルをかわしていた悪質タックル入りました。監督に指示でもされたんですかね。ごめんごめん、ちょっとつまずいちゃって。つまずくなんてもうのなかったぞ。苦しい言い訳はやめろ、ただの嫉妬だろ。そうか、お前にしちゃ珍しい年だな。あいや気をつけてよ。マジかよ、信じるなよ。そんなことよりのんきに話してないで二人も手伝いなさい。はい、おう。うわー、これってあれだな、典型的なサッカー関係じゃねえか。君島は間違いなく滝峰に惚れてるな。滝峰はそれに気づかず間宮に惚れてる。で当の間宮は二人のそんな感情に全く気づいていないと。この関係を察してる君島が滝峰の間宮へのアプローチを潰してるのか。やっぱ知りたくなかったな。切れたこの調子で落ち着かないな。俺ちょっと出かけてくるわ。逃げるんだよ。俺は滝峰の精神も聞かずに外へと出た。事務局から逃げてきた俺は適当に街中を散歩していた。で公園までやってきていたのだった。ん？公園で見知った人間の姿が目に入ってきた。沼井じゃねえか、それに安西たちもいるな。黒敷が猫と一緒にいる沼井をカメラで撮っている。何やってんだ、こんな知り合いしかいない状況ある？ジャンプ、すっごいマジじゃんね。沼井さんマジパナいっしょ、すごすぎくひ沼井さんそのわり方禁止っす、放送できないっすよ。あ、すみませんです。今度動物特番で対象を狙うすから、もっと高精霊な感じを出してください。まず服装から変えた方がいいんじゃない、不審者のそれだからね。なるほど、沼井の能力で動物に芸をさせようとしてるのか。よし、もう一度ジャンプ。あれ、どうしたんですか。なんかお腹減ったらしいです。見返りくれって。マジっすか、さえコンビニで餌買ってきてくれ。わかった、じゃあちょっと休憩しますか。ねえねえ沼井さん、あの悪霊ちゃんどうなったの。え、もう成仏しましたよ、昨日滝峰さんと新谷さんが払ってくれました。それ見たかったし、なんで言ってくれなかったの。あ、いやそのごめん。
まあいいや、お詫びに今度ユリーちゃんと会話させて、一緒に心霊スポットとか行こうよ。ダメです、心霊スポット遊びで行っちゃいけないです。なんか真面目。危険なんです、安西さんは霊が見えないですし。もうそんなとこ勝手に行っちゃダメですよ。まあ、そういうとこちゃんとしてんだな、やっぱお前は。安西のやつ意外と聞き分けがいいな。あいつは放っておくと暴走しまうが、手綱さえ引いておけばそれほど危険もなさそうだ。じゃあ代わりに次の仕事見学できるように滝峰さんで頼んでみましょうか。マジお願いお願い、沼井さん優しい、クヒヒ。それに今は沼井というおもちゃに夢中のようだしな。とにかく公園もゆっくりできなそうだな、別の場所に行くか。新谷さん、上百合子と秋島みやびだよ。もうドッペルゲンガーは出ねえのか。大丈夫よ、あんなら何回も会ってたまるかって。あ、そうだ、新谷さん聞いてくださいよ、百合子ってはパパ活で出会った人たちにお金返して回ってるんですよ。首相なことじゃねえか。まあもらいすぎた分だけね。それでなんかその過程でちょっと M っぽい男の人といい感じになってまして。なんで M っぽい人ってもっと言い方あるだろう。照れる必要ないじゃん、ユリコけなげで可愛いかもって言ってたでしょ。S と M だったら相性いいんじゃないですかね。 M っぽい男ってあのコンビニにいたあいつか、いたな。いましたね。だってなんかすんごい優しくてちょっと男性恐怖症になりかけてたけど、あの人と話すと安心して言葉が出ちゃうっていうか。でもあいつド M だぞ、お前に引っ叩かれたいとか言ってたしよ。新谷さん、あの人知ってんですか。あの依頼の最中にちょっと声を聞いて、話を聞いてな。逆にそっちの方がいいのよ、江口のせいで暴力的な男は生理的に無理になったし。確かにド M 野郎なら絶対手を出さないよな、むしろ手を出されるように仕向けるだろうし。とにかく新谷さんたちに会えてよかったです。周りにも新谷さんの心、ところを紹介しておきますね。まあなんだかんだね、なんか評判この街でね、なんか結構口コミで出回り始めたらしいしね。なんかいろんなやつに出会うな。まあまあまあ、あれじゃないですか、普通に関わった人とこれから出会うんじゃないですか。はいはい。お、五十嵐刑事ごめんなさいね、何回か疑いましたけど。やっぱりあったか、今度は五十嵐かよ。新谷、仕事か。いや、ただの散歩だよ。ちょっと事務局がゴタゴタしてるんだよ。そうか。ちょうどよかった。あれからどうなったか聞いてみるか。吾妻はどうなったんだ。まあ、西条さんの犯行をしていたことは認めたよ。あいつに課せられるのは殺人幇助ってところだろうが、立証できるかどうかはわからん。罪に問えるかどうか怪しいってところか。おそらくな。吾妻が西条さんの犯行を知ったタイミングが論点になる。知らずに情報を渡した後に気づいたと言われて、それが認められたら罪には問える。でも時間はかかりそうだな。まあな、それ自体が罪ともなり得る、罰ともなり得る。あいつの探偵としての経歴に傷がつくことは間違いない。もし無罪となっても今まで通りにはやっていけないってことか。一応あいつへの罰はもうそんなもんでいいか。実際本人がそう言ってたし、あの人は正義感が強すぎたんだ。よく被害者の悲痛な叫びを耳にしてはたびたび心を痛めていた。彼と飲みに行った時に酔って嘆いたことがある。殺人を犯した人間はやり直すチャンスがあるのに、なぜ死んだ人間には生き返るチャンスがないんだろうなと。んなこと真面目に考えてたら病んじまうよ。実際そうだったんだろうな、私はそのことに気づかなかった。五十嵐としてはショックがでかいだろう。こんな気の強い女が西条には従順だった。おそらく相当尊敬していたに違いない。まったく、どうもむしゃくしゃするな。おい気晴らしだ、飲みに行くぞ、付き合え。こんな真っ昼間からですか。はあ、いきなりなんだよ、仕事は。今日は非番なんだ、たまには昼から飲んでもいいだろう。じゃあなんでその格好なんだお前。アメ横行こうぜ、アメ横。もう真っ昼間から飲んでるクズいっぱいいるから。行こ。さっき散歩中だと言っただろ、逃げるんじゃない。いやでもよ、別に飲みに付き合うくらいいいだろ、何が嫌なんだ。お前詐欺癖悪いんだよ、酔ったらすぐ脱ぐだろ。
あれマジ最悪なんだよ。店の中で下着姿になった時なんてどんだけ恥かいたと思ってんだよ。私がそんなわけでないだろう。出任せ言うな。西条さんと飲みに行ったがそんなこと一度も言われたことないぞ。西条いいやつじゃん。言わなかったんだろどうせ。まあ記憶が飛ぶことはあるか、西条さんは別に何もなかったと言ってたしな。んの野郎多分言えなかったんだ。そっちの方も堅物なのか。さらば新谷。おミア今回空気だったけど、完全になんか俺勝手にミアのこと主人公だと思ってたけど、主人公って厳密に言うと新谷なのかなこのゲーム。まあいいや。まあもしくはダブル主人公なのかもしんないね。香りの病室。未だ眠り続けてる香りに私はつきっきりだった。香りが目を覚ました時に私がいてあげたかったから。竹見たちもそんな私のわがままを許してくれている。それにしても赤妻さんが一連の事件が解決したことを新谷から聞いた。香りにあんな方法を教えていたのは赤妻だったのだ。それを聞いた時は赤妻への怒りで溢れたのだが、よくよく話を聞くと香りは赤妻に自殺を止められたんだそうだ。確かに香りの心の中を見た時、後藤のことで世界に絶望していたようだった。こんな世界で生きていたくないとの思いもあったようだったし、おそらく吾妻がいなければ香織は死を選んでいた可能性は大いにあり得ることだった。それは私なんかになりたいという希望を糧にして自殺をやめたってことなのね。複雑な気分だ。香織があんなことをするきっかけを作ったやつなのに、同時に香織の命の恩人でもある。恨むことも感謝することもできない。吾妻のことをどう思えばいいのか私には分からなかった。でも香織が生かしてくれたことだけは感謝するべきね。香り王じゃねこれ。まあいいや。そう思うことにしよう。家庭はどうあれ結果的に香りはこうして生きている。おやっと目を覚ましましたか。ミア目を覚ました。香りがようやく、まあ死人が出なくてよかったよ結局は。いろんなところで出てはいるんだけど。まあ結局ね、その身内で死人は出てないからね。これで意識もしっかりしてる。いつもの香りだ。そっか私戻ったんだ。うん。ミアごめんね、私何もかもが嫌になって。いいのよ、もうずっと自分が嫌いだった。だからミヤみたいになりたいって思ってたの。私の夢は逆襲じゃなくてミヤのようなかっこいい人になることだった。だからミヤに憧れる中でどこか嫉妬していたのかもしれない。なんで私は私なんだろうって、どうしてミヤのように強くなれなかったんだろうってずっと思ってて、だからそんな悩みなんて私だって持ってるわ。ミヤが誰になりたかったの。香織よ。私も香織のようにもっと女らしくなりたかった。だって香織すごく可愛いもん。羨ましかったわ。そうだったの。そうよ。こんな性格だからね。もっと可愛いって言われる女になりたかったわ。どいつもこいつも私を褒めるときはみんなかっこいいって言うのよ。可愛いなんて一度も言われたことないわよ。そうだね。ミヤに可愛いは似合わないよ。そんな状態で口だけは元気なのね。だってミヤがおかしいんだもん。久しぶりに香織の笑顔を見た気がした。やっぱり香織の笑顔はすごくホッとするな。香織、もう自分を嫌いだなんて言わないで。うん、でも簡単には無理だよ。まだそう思うなんて難しい。じゃあこういうのはどう。今までの香織はそういう役をしてただけって思うのよ。過去は別人よ。これからは新しい香織として生きるの。新しい私。そうよ、長い役を演じてただけ。役の癖は抜けないと思うけど、これからは自分の好きな自分で過ごしていくの。自分を好きになるのが難しいなら好きな自分になりなさい。そうすればいいだけでしょう。やっぱりすごいよミヤは。なんでそうやって私の欲しい言葉をいつもくれるの。そう、適当言ってるだけよ。だからすごいんだよ。やっぱりミヤはかっこいいよ。香りは泣きながら言う。少しでも香りの心に救いを与えられていればいいな。
それじゃあさっさと復帰しないとね。え？滝峰の事務局、香織がいないせいで大変らしいわよ。事務仕事たんまりあるんだって。そっか、滝峰さんズボラだもんね。そうよ、あいつらにも助けてもらったんだから、早く良くなって恩返さなきゃ。うん、そうだね。そうよ、そんでまた一緒にやっていくの、親友としてね。おお、やっぱ最後は持ってったね、主人公として。美味しいとこだけ持ってきやがったこいつ。ということで、はい、長時間のね、ご視聴お疲れ様でした。なんだかんだでやっぱ尺は長くなってしまいましたね。まあおそらくこの後ね、浦塚さんがまあなんかかねてより言ってたおまけというものが存在するので、まだまだ尺は続くんですけども、まあ一応エンディングトークとしてね、まあ喋りたいことはちょっと喋らせてもらおうかなと思うんですけども、いやー長かったね。そして最後の何、吾妻へと持っていくところ、あれはちょっとね無理だった。もう本当にゲームオーバー、トライ&エラー繰り返してヒント掴んでようやくたどり着けるエンディングだと俺は思ってる。はい、オカルティックデッドエンド、いやー大変だった。やはり過去最高難易度でしたね。まあ、とりあえずセブ入れようか。はい、じゃあいけますか、おまけシナリオ。さよならポピーちゃん。あれやっぱポピーちゃんなんだ、あの時の滝見で泣いてた理由。いや俺てっきりさ、過去のさ都市探求家に出てきたあの猫ちゃん出てくんのかなと思ったんだけど、いやなんか同じ猫ちゃんつながりやから無関係とも限らないけどね。なんだかんだでさ、都市探求家のあの猫ちゃんもさ、ゲームオーバーになったらさ、あのヒント部屋見たらところでヒントくれたからね。まあ、なんかそういうところでなんかシナジーというか、あえて猫を選んだっていうのもあるのかもしれない。だって別に今作のそのお助けキャラ犬でもよかったわけじゃん。まあいいや、やっていきましょう。ポピーちゃん、さよならポピーちゃん。そう、なんかさよなら天さんみたいなテンションで言われてもね。変人、変人だからできたこと。親友編中盤にて、さて一体どうしたものか。目の前の眠る綾瀬を見て頭を抱えた。綾瀬の中にいる悪霊はとっとと払わねばならない。長くなれば綾瀬の体に馴染んでしまうからだ。もしそうなったら手のつけられない狂人となってしまう。しかし綾瀬の体に綾瀬の魂がない今、綾瀬の体を生かしているのが悪霊だということが問題だ。悪霊を払えば綾瀬の体は死に向かっていく。生命維持装置がないこの場所では一晩持てばいい方だ。これには個人差があるため正確な時間はわからない。もし綾瀬がこの体で生きることを拒絶しているなら、体が機能を停止するのはもっと早いかもしれない。クソ、だがやるしか。ジンタン、ん、ポピーちゃんどうしたんだ。ジンタンどうしたの。ああちょっと困ってるんだ。そこで眠ってる綾瀬がな、悪い霊が入ってるんだが、それを退治すると綾瀬の体が危ないことになるんだよ。女の人魂ないの。そうなんだ。かぶりの魂欲しい。まあそれができればいいか。その人大事。まあな、大切なうちの事務員だ。じゃあポピーちゃん事務員さん助ける。なんだって。確かにもしポピーちゃんの魂が綾瀬に入ってくれれば、綾瀬の体の死はとりあえず回避できる。だがそんなことをすればポピーちゃんは消えるんだ。ポピーちゃんのその器はすでに魂と同化している。だから姿を消したりできるんだ。その器を捨てたらもう元には戻れない。でもジンタンのお手伝いしたい。ジンタン悲しいとポピーちゃんも悲しい。ポピーちゃん、思わず涙が出てきた。ジンタンいっぱい遊んでくれた。だからポピーちゃんお礼がしたい。ポピーちゃんの意志は固いようだ。このポピーちゃんの決意を無駄にはできない。わかった、ありがとう、ありがとう。俺は泣く泣くポピーちゃんの提案を受け入れた。そして綾瀬の体の悪霊を払ってポピーちゃんが入ってくれた。その後シンタレたちが堂島を連れ帰ってきたのだった。堂島が綾瀬の魂の説得に成功したらしい。うん、ここね。まあな、今まで一緒に遊んでたからね。
俺と新谷で綾瀬の魂を体へと戻した。しばらく時間はかかったが、なんとか無事に成功した。みんなご苦労だったな。同時も少し休め。俺はちょっと外の空気を吸ってくる。うん、ありがとう。俺は足早に外へと出た。ポピーちゃんはいつも無邪気だった。ただただ遊びたかっただけだったんだ。そして何より優しかった。俺がこの世の絶望かっこ漫画の打ち切りを感じた時も、そばで取り付いてから慰めてくれた。俺はなんて無力なんだ。悲しさのあまり夜空に叫んだ。ポピーちゃん、隣にポピーちゃんの姿が現れた。ポピーちゃん、もう存在が消えかかっている。きっともうすぐ消えてしまう。ジンタン泣かないで。ポピーちゃんはいつでもジンタンと一緒だよ。そうだな、俺の心の中にいつまでも。あのストーキング人形となんでこんな感動ストーリーになるんですかね。そう言ってポピーちゃんは静かに消えていった。いつまでも忘れないよ。俺はポピーちゃんとの思い出を心に刻み続けた。それからみんなの協力のおかげで事件は全て解決した。本当にみんな頑張ってくれた。ただ一人の犠牲はあったが、ここもな、なんかね、都市探求家に通ずる部分はあるよな。猫ちゃん一つの魂で、いや、救われた命もあったけど、反面そのね魂が一つ失われたっていうのが、あの都市探求会のね、あの猫ちゃんのあれを思い出させるよね。一人だけというか、まあ一匹とも言えないか、今回の場合は。なんか霊ってなんて言ったらいいの、数え方が分かんないんだけど。ここによくいたな。本棚の前、ポピーちゃんはいつの間にかここにいることが多かった。いつまでも忘れないからな。もう泣かない。ポピーちゃんは泣かないでと言っていたから。泣いてしまったらポピーちゃんに失礼だ。またプリン一緒に食べたかったな。ダメだ、そんなことを考えたら泣きそうになってしまう。耐えなくては。あの滝峰さん、ぬまいか、どうした。いや、あのこの前拾った猫なんですけど。ああ、悪霊の怨念を鎮めるための猫か。そいつがどうした。え、お前まさか本当か、その猫が。はい、なんかなんて言ってるんだ。そのジンタンチュキチュキだそうです。ポピーちゃん、いやー、でも俺も感謝しなきゃいけない。だったらポピーちゃんに感謝しなきゃいけない。なぜならポピーちゃんの協力がなかったらトゥルーエンドに行けなかったから。だってポピーちゃんがヒントくれたんだもん。そっか、ポピーちゃんだったのか。ポピーたん、いや、なんでもないんだ、気にしないでくれ。また一緒に遊ぼうな、ポピーたん。ぬまい、このメカうちで飼おう。いいですね、僕もそうしたかったんです。じゃあ早速名前をつけないとな。はい、でも何にしましょう。決まっている、この子の名前はポピータンだ。なるほどな。いや、ありがとうポピーちゃん、君のおかげで無事にエンディングにたどり着けたよ。さあ行きましょう、高島隆一の決意。サクサク行こう。このシナリオには制作者の過去作村雨シャドウに関係する情報が、了解です。もちろんプレイしています。で、さすがにここまで見た視聴者の中で知らない方はいないと思うんですけど、一応注意喚起として、はい、知らない方は、まあ、見ない方がいいんじゃないでしょうか。はい、その代わり村雨とシャドウをご覧ください、もしくはプレイしてください。ここか。高島支店で進むっていうのもまたなんか新鮮ですね。大学時代はこの町に学校があったのでよく来ていた。だからこの町のことはある程度は知っている。しばらくの間ここを拠点にしよう。そのために仕事まで辞めてきたんだ。もう意気込み方が普通の人のそれじゃないんだよな。
ようやく掴んだ目撃情報だった。写真にも収めてくれていたし、確かな情報だ。金はある。半年くらいは収入がなくても平気だろう。とりあえず街を見て回るか。俺は街を歩いて回ってみた。だが歩いて回れる範囲だってたかが知れている。ある程度見回った後、俺はあらかじめ調べておいた探偵事務局へと足を運んだのだった。なるほど。で、その弟の捜索を頼みたいと。ええ、そうです。俺は早速吾妻という探偵に依頼内容を話していた。なるほどね。手がかりはこの町で撮られた一枚の写真だけか。なんとかなりますか。一日だけ時間くれる？まだお金はいらないから。え、一日たったそれだけで？いやいや違うよ、ちょっとした調査をするだけ。まあそれだけに居場所がわかることもあるけどね。その時は情報料もらうけど。本当ですか？本当にたまにだけどね。この探偵には腕がいいという評判があるようだった。もしかすると。お願いします。うん、じゃあまた明日来てくださいね。それでどうでしたか？高島さんさ、俺に言ってないことあるでしょ。え、弟さんのことちょっと調べてみたんだけどね。まさか村雨事件、修学旅行生たちが土砂崩れてバスが立ち往生、近くの村に助けを求めたら逃げてきた犯罪者たちの隠れ家だったそうで、みんな襲われたそうだね。で、次々に生徒が殺されていく中、その殺人に便乗して同級生を殺した生徒がいたんだってね。全て調べられているようだ。最初に言っておけばよかった。犯罪に関わるような、案件は探偵には断られてしまう。今までがそうだったからな。そのうちの一人が高島隼人、あなたの弟くんだね。ええ、そうです。そっか、なるほどな。それはちょっと難しいな。やはりそうですか。すみませんでした。俺は立ち上がって事務所を去ろうとした。ちょっと待ちなよ、一つ聞かせてくれない？何ですか？なんでその弟くんを探してるの？罪を償わせるため？いえ、弟が歪んだのが俺のせいだからですよ。俺は吾妻探偵に全てを話した。なるほど。それで弟くんに罪滅ぼしをしたいわけか。そうです。まあ一応その依頼を受けてあげることはできるよ。本当ですか？ただね、この高島隼人って人間は結構厄介だね。え、多分名前を変えてるね。ある日を境に高島隼人っていう名前の人間の情報がパッタリなくなっている。戸籍でも買ったのかな。そこを調べるのは俺個人じゃだいぶ厳しいかもしんないね。警察が本腰を入れて捜索すれば時間の問題だけど、目立った犯罪に関わらない限りはそうそう動かないだろうし。しかもこの弟くん、多分非合法なことで食ってるね。多分名前を変えてるっていう時点でまともな職業にはついてないと思うよ。やはりそうなんですね。あいつはそこまで道を踏み外していたしまっているのか。こういう人間は自分の足取りをできるだけ消すからね。普通の人を探すのとはわけが違う。簡単には見つからないよ。そうですか。ダメだったか。でもこの探偵はよく調べてくれた。今までの探偵はここまで調べてくれなかったからな。ありがとうございました。情報料をお支払いします。ああ、いいよ。だってお金はいらないって言ったでしょ。情報料をもらうのは弟くんを見つけた時だけって言ったじゃん。ですが。で、ここからが本題ね。そこで思わず吾妻探偵の顔を見た。本題？どういうことです？実はさ、この世界に裏技っていうのがあるんだよね。裏技？そう、呪術や霊能力といった類の力のことだよ。急にうさんくさい話になってきたな。まあ一応聞こう。で、これらを意図的に利用することを裏技って言うんだよ。それが何だって言うんですか？幽霊ってさ、次元を超えた存在だから距離とか関係ないらしいんだよね。地球の裏側にいても死人が飛んでいくんだそうだ。はあ、よく分かってないみたいだね。まあ仕方ないけど。よそにさ、霊に協力を頼めば見つけてくれるかもしれないってことだよ。そんなフィクションの世界のようなこと。そう思うでしょ。でも実際はあるんだよ。俺の調査で、存在自体は確かだと分かったからね。あまりに突拍子もないことだが、この探偵の調査力なら本当にそういうことにあるかもしれないと思ってしまう。いやだか、こういうのは詐欺の常套手段だ。最初に達成困難なことをやってのけ、その後にとんでもない話を信用させる、そういう手口だ。
とても信じられませんね。だろうね。じゃあお試しで一つだけ教えるよ。試すだけならいいでしょ。何か買わせる気ですか。いいや、俺が与えるのは情報だけだよ。霊を呼び出す方法、話を聞くだけ聞いてよ。高島さんのその思いにできるだけ力になりたいって思ってるだけなんだから。どんな方法ですか。一応俺は彼から話を聞いた。彼が教えていたのは高齢術だった。ろうそくを用いてその煙に霊を媒介させるらしい。まずは思念とやらを集めることが重要なそうだ。あ、必要なようだ。そのために思念を集める呪符を作るとのことだった。その呪符を何日か、持っていればいいらしい。そして普段人の思いが行き交う場所で人がいなくなったタイミングで行う必要があるようだ。吾妻探偵曰く公演がおすすめだそうだ。うさんくさい話だとは思ったが、方法がかなり詳細だったので思わず信じてしまいそうになってしまった。だが特にやることがなくなった俺はなんとなく呪符を書いてみた。そして公園をうろついている時、堂島という女性から妙な名刺をもらったのだ。滝峰調査局、大学時代の知り合いの名刺だった。滝峰仁、大学一の変人でオカルトとか超常現象とかいうことに対してやたらと興味を持っていたやつだ。だから名刺を見た瞬間にあいつだと確信した。こんなことを仕事にできるのなら、俺が吾妻探偵から教えてもらった情報は本当にできるのかもしれないと思った。だから一応試してみようと思って試したのだが、今のは一体。火を灯したろうそくの煙が妙な形に変わったのだった。まるで人のような何かだった。驚いてしまい慌てて火を消したから煙が無散して姿が消えてしまっていったのだった。本当にあるのか、こんなことが。裏技、こんな手段か。吾妻探偵はこれをお試しだと言っていた。だとしたらもっと他の方法もあるんじゃ。そう思って俺は翌日に再び吾妻の事務所を訪ねた。本当にあんなことが可能なんですね。でしょ、あるんだよ裏技っていうのが。もっと確実な方法はないですか。最近入手した人探しの方法があるんだけどさ、これはちょっと危険っぽいからな。構いません、教えてください。いいけど、今回は情報量もらうよ。はい、ちゃんと用意してます。そっか、でも本当に危険な方法だからね、試すんなら自己責任で頼むよ。そして吾妻探偵から新しい方法を教わった。思念の強い霊を自分に取り付かせて特定の思念をたどるんだそうだ。家族である弟の思念ならたどれるかもしれないと吾妻探偵は言っていた。だが下手をすれば霊に自我をやられるらしい。そうなった場合は大変なことになるそうだ。もし自我を失ったら滝峰に頼るしかないだろう。その時は滝峰のところに駆け込むようにしよう。本当迷惑だなてめえ、殺されたんだぞそれで。と思って実行しようと思っていた夜、滝峰に止められたのだった。あいつが来た瞬間にやはりやめようと思い直した。滝峰曰く成功率はほとんどないらしい。これをやるには霊感が必須だそうだ。そして結局俺は裏技に手を出すのはやめたのだった。結局手がかりはつかめなかったな。駅前、今日でこの町を拠点にするのは終わりだ。滝峰に協力は頼んでおいた。何か分かったことがあれば知らせてくれるらしい。あいつに会えたことが収穫ではあったか。高島さん、ん？こいつはもしや。どうしました？すいません、あなたが高島さんですよね。そうですが、俺瀬崎徹って言います。来たら瀬崎くん、高島隼人の友人だったものです。なんだって。お前まだかっこいい過去作の主人公なのに立ち絵をもらえてないのか。お前このポットでの高島の兄貴ですら立ち絵をもらっているというのに、過去作の主人公たるお前がまだ立ち絵をもらっていないというのか。瀬崎くん、いい加減立ち絵もらいな。ねえ、ちょっと成長したさ、警官姿になった瀬崎くんの立ち絵あってもいいと思うんですけど、いかがでしょうか浦塚さん。弟と同じクラスメイトだったのか。はい、それだけで察する。つまりこの瀬崎という人物も弟と同じ事件に。それでなぜ君がここに。実は滝峰って人がうちの五十嵐という刑事に。あー、そっか、同じ警察つながりだもんな。はいはいはい、なるほどね、つながりがあったと。それで俺に連絡があって。滝峰、あいつもう動いてたのか。
しかも弟のクラスメイトにまでたどり着くとは。で、そのあなた宛ての手紙を持ってるんです。俺宛ての？誰から？黒崎渡るという男です。出たら黒崎。なんだかんだであいつも高島とつながり持ってたもんね。これなんだっけ、シャドウの終わりだっけかなんかで判明したよな。終わりというかなんかおまけだったかな。黒崎、大学時代の友人。ちょっとこの大学のこのやばくない、ここの同期やばいだろ。最悪の世代と呼ぶことにしよう。割と仲が良かった方だった。弟もよく会ってたっけな。なんかもう次々出てくるね。多分今後も出てくるんじゃない。なんかワンピースでいうなんかインペルダウンみたいなね、あの黒ひげが解放した後のインペルダウンレベル6並みに、なんかいろんな人物が都合よく出てくるようになってるけど、あの大学のこのこの世代やばいだろ。俺は手紙を受け取ってすぐに内容を読み始めた。黒崎は弟と連絡を取っていたらしい。弟の非合法の商売をしていて利用していたそうだ。そして弟がこれからの予定を話していたらしい。そのことが手紙には書かれていた。そうか、あいつの今後の予定がそれです。ようやく手がかりをつかめたな。それをどこで。黒崎は今何を。黒崎さんは亡くなりました。なんというか学校の爆破未遂を起こしてますね。すごい話だよな、それもそれで。な、爆破未遂、あいつなんでそんなことを。その爆破未遂で使われた爆弾をあいつが調達していたそうです。弟は随分な悪党になってしまったな。俺もあいつを捕まえたいんです。俺の目標の一つがそれですから。君は弟の友人だそうだな。なぜそこまであいつを。俺たちはあの事件で多くを失いました。でも少しずつですが俺たちは元に戻れました。でもあいつだけは今も失い続けてるんです。あいつの中だけではまだ事件は終わってないんですよ。だから俺が終わらせないといけないんです。俺と似た思いの人間がいたなんてな。瀬崎君、弟を止めるのは協力してくれるか。もちろんです。ありがとな。弟を止めるのはもう俺の力だけでは無理だろう。この瀬崎君と協力すればきっと見つかる。弟と会えたら一言は謝りたい。そして今度はちゃんと話を聞いてやりたい。だって俺はあいつのたった一人の兄なのだから。なるほど、これが続編ですかね。まあ、高島弟もね久しく姿は見せてないですから、この高島兄と瀬崎くんがタッグを組んで物語が進んでいくといった感じなんですかね。さあ行きましょう。占い始めました。シャドウに関係する情報があります。はい、さあ新谷視点ですね。おまけが長い。一連の事件からおよそ1ヶ月後、綾瀬も退院して堂島と共に復帰を果たした。お、おめでとう。しれっとねポピーちゃんも加わってますね。仕事が来ないだな。あれから仕事がほとんど来ないのだ。観光通りが泣いとる。あら事件のあたり来た依頼は一つだけだった。それも簡単な条例だったので大した報酬はなかった。あがつまのおかげで仕事が来たんだって思うと改めて思う。それを言うのは悲しくなる。というわけで現在は今後の動きに関する会議中だった。また営業する。いや、今はうちの知名度がそこそこある。なのに仕事が来ないんだ。街が平和になったんだよ。悲しいな。何か他のことをやるのはどうです。ほらテレビとかで心霊スポットに同行する霊能力者みたいな。あれはちゃんと名前が売れてないと来ないんだよ。知らねえ霊能力者がテレビに出ても誰こいつってなるだけだしな。そうですかね。竹峰さんと新谷さんはいいキャラしてると思うんですけどね。特に竹峰さんはお笑い4位としてもいけそうだと思いますし。お笑いか、俺は真面目だからな。え、真面目。え、沼井くん、こいつ自覚ないのよ、言わないであげて。そうなんですか。じゃあ霊視とかしたらいいんじゃないですか。オーラとか見えてるんだったら占いとかでもいいですし。占い、占いか、いいかもな。え、占いやるの。いい案だと思うぞ。霊は信じなくても占いは信じるという人はいるかもしれないからな。まあそうだけどよ、方法をどうするかが問題だろう。単に占い始めましたって出しても客が増えるとは思えないけどな。
そこは任せておけ、俺にいい案がある。なんか嫌な予感するな。その後滝峰は占いを開業するために一日準備を行った。でもうちょっとなんかあれだろ、なんでそのさオフィスチェアにさガラスのテーブルなんだよ、クソ邪魔だろ。なるほどな、人通りの多い駅前なら確かに宣伝にはなるか。ちなみに綾瀬と沼井は今回はお留守番だった。さすがに事務局を空にはできないからな。というか向いてないだろうしな、あの二人は。よく許可取れたわね。ん？取れるわけないだろ、無許可に決まってる。さすが、そういうところ堂々としてるな。え、そうなの？ああ、占いなんて基本的に許可は下りないぞ。だったらまずいんじゃない？なんか路地裏とかでやってるイメージあるよね。なんかさ、なんだっけ、わあ、なんかなんだっけ、腹出てこない。昔さ、なんだっけ、あったんだよそういうの。なんか不思議な占い師だっかわかんないけど、ばあちゃんがなんか変な道具売ってみたいな。なんか就活ストーリーなど、思い出した。信じる信じない、あなた次第でございますのやつ。まあ、ちょっとごめんね、話わかんなかったらすいません。はい、まあな、基本はダメだから注意されたらおとなしく撤退すれば大した男身にはならないからな。うん、なんか昔秋葉のね、歩行者天国で晴れ晴れ愉快を踊ってた映像を思い出しますね。分かっててやるんだね、相変わらずだわ。とにかく注意されるまでさっさと始めよう。今回は宣伝も兼ねて無料占いキャンペーンだ。堂島は相談に来た人に名刺を渡してくれ。はいはい。うん、大丈夫はないと思う。ねえ、占いだって本当だ、しかも無料じゃん。ちょっとやってみよっか。お願いします。結構あっさり来たね。いらっしゃいませ。やべえな、滝入のテンションが上がっている。で、何を占えるんですか？そうですね、あなたの未来についてとかはどうでしょう？あ、じゃあ見てください。わかりました。お尻のあたりに不穏な気配を感じますね。おそらく近い将来痔になるでしょう。あとはお腹ですね。お腹に増加の兆候が見られます。太ります。デブになります。デス&バーストです。え、何ふざけてます？ドッキリとか？真面目です。あと足が臭くなります。気をつけ。どけ変人。こいつほんとやばいね。マジでやばいな。アスペだろこれ。もうデリカシーない、ノンデリとかそういう次元の話じゃねえよこいつ。こいつはこれを真面目にやってるから立ちが悪いんだよな。悪い、やはりこういうのは堂島が向いてるかもな。いや、でも私はそこまで分かんないし、っていうかどうやってやってるのよ。相手をじっくり観察するだけだ。あとは会話だな。こっから相手の悩みを察してやって的確なアドバイスをやる。その後は勘で適当なことを言ってやればいい。勘で適当って、前にも話しただろ。勘は第六感みたいなもんだってよ。霊能力者の勘は結構当たることが多いんだよ。外れたとしても当たらずとも遠からずっていう完全にはなるはずだしな。そうだね。うん、まあ結局堂島で落ち着くパターンじゃないですかこれは。そんなわけで俺が占いをすることになった。まあ都合よく来てくれるな。え、みんなさ、なんかこういうさ路上でやってる占いとかさやったことある？いや、なんか興味いないと思うけどさ、そもそもなんか占いで占いますみたいな。なんかショッピングモールの一角でやってるのは見たことあるんだけどさ、こういう路上で占いみたいな、もうそういう時代じゃないよね正直ね。おう、こいつちょっと口悪いけど許してくださいね。あ、はい。で、何か占ってほしいことは？じゃあ職場のことで。了解。俺はサラリーマンを観察した。職場の人間関係か？あ、はい、そうです。なるほどな。困ってる相手は上司か？そうなんです。なんというか、その上司にいつも怒られてて。怒られることは心当たりは？いや、そのわからないんですよね。なんかボケの当たりがすごく強くて。なるほど。その上司との関係を改善したのか？まあそうです。それだな。そのって初めに言う癖をやめるように心がけろ。多分あんたの上司はそこに苛立ってるみてえだな。いや、いるよね。俺もね、割とそういうとこあるからね。
苛立つまではいかないだろうけどもね、やっぱなんか会話がねこうスムーズにいかないというか、それいらないだろうみたいな、陰キャ特有のあとかうとかなんかえとか最初に喋り出すときにねなんか言っちゃうやつね。いやとかあのとかとか全部だな。話すときにそいつが頭に来るだけで相手に与える印象は悪いものになる。なるほど、そうだったんですね。おう、そんな調子で話してみろよ。わかりました、ありがとうございます。お、うまくいったね。どうよ、すごいじゃん。ああ、てっきりその口調で逃げられるかと思ったから。逆にそれがいいのかもね。こんだけ上から目線で物を言われたらそうかもって思っちゃうんじゃない。ありえるな、割と適任じゃないか。おう、これ結構面白いかも。大丈夫か、フラグじゃないそれ。偉そうにバンバン人に物を言うのも悪くないな。さっきのなんて結構適当なこと思ったことを言っただけだ。上司や人間関係を言い合ってたのは単なる勘だったしな。なるほど。お、シャドウ組来たね。てかこの町の学校なのお前ら。ちょっとイッツはスモールワールドすぎない？無料じゃ俺やりたい、やる。勝手にすればどうせ集合時間まだ先だし。まあやっぱ一面になったね。ここ3人仲良しになったんだね、やっぱ。よし、じゃあうんじゃ早速お願いします。おう、んで何を見てほしいんだ。俺の将来を見てください。将来ね、うんじゃ直近の未来の運勢でも見てみるか。お願いします。俺は赤髪の男子学生をよく観察した。唐揚げが見える。お前雑念入りすぎてんな。今食い物ことばっか考えてねえか。すげえす、なんでわかるんだ。今超腹減ってんだよ。だろうな。あと怪我の多い人生になりそうだな。体を鍛えとけ。そしたら多少のトラブルは平気になる。マジっすか。じゃあ俺がやってる筋トレ続けた方がいいんだな。筋トレやってんのか。じゃあ続けとけ。あと頭のいい人間を目指してるようだが諦めろ。すぐにボロが出る。代わりに頭のいいやつとすれば、そういう人間のもとで働くことが吉だな。当たってる。お、なんか当たってる気がするぞ。すごくね。なあ三日月今日や。ああ、すんげえ当たってる。確かにすごいかも。お前らは見てもらうよな。そうね、私も見てもらおうかしら。じゃあお願い。おう、んで何を見る。さっきのあいつと同じでいいわ。直近の未来で。あ、いいよ。俺は金髪の女子学生を観察する。家庭環境に負の兆しを感じるな。早めに自立しろ。それと友人をよく選べ。人間関係にもトラブルが見える。特に同性の付き合いには要注意だ。信頼できる異性で友人を作れ。そうすればトラブルが緩和される。すごいなお前。エスパーでしょこれは。ウルさん、あんたも見てもらったらその不幸体質の原因がわかるかもしれないわよ。うん、クルスっていうのがこいつ。その名字なんか某宗教団体のこと思い出してもな。いいじゃん、ただなんだし、どうせ暇でしょ。うん、まあやってみるか。んで、あんたも同じか。一緒でいいっすよ。了解。俺は黒髪の男子学生を観察する。不幸体質っつったな。確かにどす黒い兆しが見える。お前の人生はトラブルだらけだろうな。多分ずっとだ。ただとんでもねえ生命力でそいつが中和されてんな。トラブルは続くだろうが、己の力で粉砕できるタイプだ。ただ一人でやろうとすると破滅するな。早めに信頼できる理解者を見つけろ。そうすればかなり楽になる。すげえな。あとこいつ霊感が全くない。皆無、無縁だ。多分他の世界線でほとんど死んでねえんだ。生命力は最強レベルだな。本当に不幸体質なのか。どっちかっていうと生命力の方が勝ってると思うんだが、大して不幸じゃねえだろ。ああ、うちの親が宗教にはまりまくっててさ、昔は確かに死にたくなるレベルの不幸だったが、今はそんなことに大したことはねえな。まあ最近立場落とされてざまあだけどな。宗教団体、立場、そしてクルスという名字。お前の両親って現世界幹部のクルス夫妻か。え、なんで知ってんの。え、なんかそういう情報あったっけ。シャドウでなんか親が宗教にはまってみたいな情報あった気がするけど、この辺なんか触れられたっけ。ごめん、ちょっとさすがに覚えてないんだけど。現世界ってあのでかい宗教団体のこと。あんたの親ってそこの幹部だったの。元幹部な。今はその立場は失ったんだ。
なんかその手で専門家に潰してもらったんだよな。俺らのことじゃねえか。あ、マジで。というか息子が暗躍してたのかよ。それやったの俺らだよ。え、マジ？あんたたちが嘘だろ。五十嵐って刑事に覚えはないか？ああ、あるある。最初はうちの親が寄付金を払えない連中に嫌がらせをしてたんだよ。結構ヤバめのだ。だから警察に密告しちゃったんだ。そしたら専門の業者に頼んでみるって言ってくれてさ、依頼料も学生の俺にも払えるように 90% オフにしてくれたんだよな。そういうことかよ。まさかこんなところで会うなんてな。話を聞いてる感じ、校外学習でこの場所。ああ、そういうことね。はいはい。で、どうやって潰したの？お前の両親は単なる嫌がらせじゃなくて呪いをかけてやったんだ。かなりタッチの悪い呪いをな。その呪いを返してやったんだよ。多分お前の不幸体質は身内がそういう裏技を利用してたせいだろうな。霊感のないお前はその負の思念をもろに受けてしまってんだ。まあよくわかんないけど、要は親のせいでトラブル続きの人生なわけだな。まあそんなの全部ぶっ潰せばいいだけだろう。なんだこいつ、精神バグってんな。あ、精神力バグってんな。この精神力と生命力なら並大抵なことは苦にならないだろう。無人島に置き去りしてもケロッとして帰ってきそうだ。だがとんでもねえ逸材だな。ぜひうちに欲しい。こいつの精神力なら霊に取りつかれても自我を保てるな。なあ、お前卒業したらうちに来いよ。面倒見てやるぜ。はあ、なんすかいきなり。こいつには無理よ。だってあんたらオカルト相談所みたいな感じなんでしょ。だってこいつ幽霊。あ、そうだ。そうだそうだったわ。これおまけで言ってたもんな、シャドウの。あんたの後ろに赤い女いるけど。ひぃね。ああ、これはダメだな。赤い女の話はやめろよ。でももうそろそろ時間だし行くわよ。お、本当だ。んじゃ、ありがとうございました。とりあえずうちの親がお世話になったっす。いつか一言礼言っときたかったんで。気にすんな、俺らは仕事をしただけだ。クソ親の絶望した顔は最高でした。お前なかなかのゲス野郎だな。なんかこの二人ちょっと似てる。ちょ、根っこのねゲスな部分はそうなのかもしんない。通ずる部分はあるのかもしんない。波長が合うのかもな。そしてその後も何件か占いを行っていた。そこそこの手応えはあったし、いい宣伝にはなっただろう。で、占いを終えた数日後のことだった。すごいね、効果てきめんじゃん。さすがに手が足りなそうだな。手分けしないと全て片付けるのは無理だろう。そろそろ同人は名前が一人で仕事をこなせるようにしないと回らねえかもな。え、私が？僕もですか？そうだな、そろそろ一人でやってみるか。その代わりうちは成功報酬だから、失敗したらただ働きになるかな。マジで？一応最近よく噛まないで話せるようになりましたけど、ちょっと不安ですね。大変だね。まあとにかく竹峰調査局はまだまだ問題がやめずに立った。今後もいろいろと大変そうだな。個性の強い面々の顔を見ながら俺はしみじみと思った。なるほど。なんかあれですね、やっぱなんか次回作以降のなんか布石というか、いろいろとちょっと見れるおまけでしたね。はい、なんか過去作キャラもねいっぱい出てきて、はい、まだまだ一連の騒動は続くんだろうなっていう、まあ、とりあえずオカルティックデッドは今回ではい終了ですね。いやー大変だった。まあでも話したいことはね、なるべくエンディングの時に話した気がするんで、今回はこれでね、サクッと終わりたいと思います。サクッとって言える尺じゃないんだけど。はい、ということで改めて、長時間のご視聴お疲れ様でした。またね、浦塚さんの新作が出たら必ずやろうと思いますので、お楽しみに。それでは。